世界最古のシュメール文明は日本人によって築かれたものでした。謎の多い民族であるシュメール文明は世界最古の文明を築いたことで有名ですが、この民族には不思議なことに日本との共通点が多くあります。宗教や言語など2つの文明の多くの共通点、そして DNA 解析の驚愕の結果に触れながら、縄文人がシュメール文明の祖になったという説について語ります。シュメール文明とは、現代から7000年以上前、現代のイラク南部の地域でシュメール人が築いたとされる古代文明のことです。彼らはシュメール語と呼ばれる言語を話し、くさび型文字を使っていました。このシュメール文明はいわゆる四大文明の中のメソポタミア文明の一つであり、シュメール人たちはメソポタミア文明の基礎を築いたとみなされています。彼らの残したくさび型文字の記録は古代エジプト文明の記録と並び、世界最古の歴史資料であるとみなされています。小麦や大麦などを栽培するとともに牧畜も行い、複数あった都市国家ごとに王を立てて繁栄していました。彼らは宝石でできた指輪やバグ、そしてブーツなどを製造できるだけの高い技術を有していたと言われています。また月の満ち欠けをもとにした太陰暦や現代でも使われる60神宝など、先進的な文化を育てた人々でもありました。さらに車輪のついた戦車や世界最初の船などもシュメール人によって作られたとされています。シュメール文明の栄えた時代はメソポタミア文明の中でも最も早い時期にあたります。このようなことからシュメール文明は世界最古の文明であるとみなされてきました。古代世界の中で先進的な文明を誇ったシュメール人たちですが、彼らには多くの謎があるとされています。シュメール文明の最大の謎がその発祥が不明であることです。彼らは歴史の中に突如として現れ、現代の我々が使っているような進んだ技術や制度を作り出しました。例えば白内障の手術や労働者を保護する法律、陪審員の制度や二院制の議会など、現代でも通用し、また実際に使われ続けているような技術や制度をすでに持っていたのです。さらに彼らは日食や月食のタイミング、そして惑星の動きなども予測できるほど天文学に長けていました。これだけの高度な文明を築いていながら、実はシュメール文明の元になった文明というのは発見されていません。通常は優れた文明の前の段階としてその元となった文明が存在するものなのですが、シュメール文明にはそれがありませんでした。さらに近隣の多民族の文化と類似する点もそれほどないのです。このようにシュメール文明は突如として歴史に登場したことから、シュメールの高度な文明は地球にやってきた異星人がシュメール人に授けたものだとさえ言われています。シュメールの得意な性質は王の墓にも現れています。王の死に際してそのお供をさせるため、奴隷などの命を奪って王と共に埋葬する殉葬は古代の中国などにも例がありますが、その実態は奴隷の首を有無を言わさず切り落とし穴に投げ込むといった強引で残虐なものでした。しかしシュメールの王の墓で行われた殉葬は、お供や侍女、兵士や家臣などが整然と並び隊列を組んで、きちんと衣装や装身具などを身につけたまま亡くなっていたのです。おそらくこれは無理やり命を奪うというような方法では無理な話で、彼らがこのように整然と並んだ上で自ら進んで毒を飲むというような方法でなければ実現しない殉葬だったのです。すなわちそれほど精神的に強いまとまりを持った集団であったということがここからわかります。神話に語られる王たちの寿命があまりに長いということもシュメール文明の謎の一つです。シュメールの王たちの中にその在位期間が1万年を超えたと記述されているものもおり、中には4万年を超える王さえいました。短い王たちでさえ数百年から千年以上というものが頻繁に現れていたのです。もちろんこの記述に関しては額面通りに受け取るべきものではなく、王の偉大さをそのような形で表現したという見方もありますが、一方で彼らは本当にそれほど長寿であったのだという主張もあり、このあたりのこともシュメール人が異星人であったなどという説の根拠になっています。そんな謎に満ちたシュメール人たちが築いたメソポタミア文明ですが、これはよく四大文明の一つとして数えられます。
しかし実は四大文明という概念は日本や中国でのみ用いられるものであり、騎馬民族征服王朝説で有名な日本の考古学者である江上奈美男が提唱したものだとされています。さらにこれは黄河、メソポタミア、チグリス・ユーフラテス、エジプトの4つのみが特に他の地域よりも進んでいたというわけではなく、古代文明は本当はもっとたくさんあるけれど単に語呂がいいから四大と言っただけだと江上が自ら発言したという説もあり、実は四大文明の根拠はそれほど確固たるものではなかったということになります。四大文明に数えられるインダス、メソポタミア、黄河などの各文明はだいたい1万年前から8000年前に成立したものですが、実は日本の縄文時代は1万5000年ほど前から始まっており、これらに匹敵する古さを誇ります。そしてただ昔からあるというだけでなく、これらの4つの文明に引けを取らない高度な文化をこの時代の日本列島民が有していたことが最新の考古学研究から分かってきました。このような観点から縄文時代の日本列島の文明を縄文文明と呼び、従来考えられていたよりも高度な文化を持っていたであろうとする見解が近年注目されつつあります。縄文文明が先進的なものであったとする根拠はいくつもあります。例えば縄文人が世界に先駆けて手に入れた高度な文化の一つに土器があります。日本の縄文土器は土器の中でも最古のものであるというのは有名な話です。さらに最古の土器でありながら火炎型土器に代表されるように優れた造形美を追求したものもあり、非常に高度な文明であることがわかります。また日本には漢字伝来以前に文字がなかったというのはよく言われることですが、実は縄文時代の遺跡の中から硯が見つかっており、筆を使って文字を書いていた可能性も指摘されています。この他にも秋田県と青森県の境には黒マンタあるいは黒マタ山と呼ばれる山がありますが、これは実は自然にできた山ではなく古代人が作ったピラミッドであるという説があります。現代の黒マタ山も実は綺麗な三角形をしており、これは縄文人が高度な測量技術を用いて人為的に作り出したものであると言われているのです。実際に黒俣山に登ってみると、あまりに斜面が平らになっていることに驚く人もいるといい、さらに登りやすいスロープのような部分が存在します。この黒俣山は大湯環状列石という遺跡の近くにあるのですが、この大湯環状列石からも日時計のような構造や、さらには縄文人たちがすでに1から6までの整数を知っていた証拠となるような遺物も見つかっており、高度な数学、天文学的な知識をうかがわせます。そのような日本の縄文文明と冒頭で紹介したシュメール文明には実は共通する点がいくつもあります。例えば両者の共通点は宗教の分野にも存在します。シュメール人たちの崇めた多神教においては自然を神とし、彼らの王自身が神とみなされました。これは同じく多神教の神道、そして天皇を神の子孫であり荒人神とみなす古代日本の信仰と一致するものです。そしてシュメール人たちの暮らした古代のバビロニアでは火の神、月の神、戦の神をセットにして崇めますが、これは日本神話の火の神アマテラス、月の神ツクヨミ、海原の神スサノオというセットを思い起こさせますし、三種の神器に対応しているとも考えられます。三種の神器といえば鏡、勾玉、剣ですが、鏡は光り輝く姿から太陽を思わせますし、太陽神であるアマテラスからその子孫の天皇家に授けられたものです。勾玉は月の形をモチーフにしているという説がありますし、剣はもちろん戦いに使うものです。このようにシュメールと日本には不思議と宗教的につながる部分がいくつもあるのです。シュメール文明と日本の共通点として最もよく言われるのは、天皇を表す日本の古語スメラミコトはシュメールから来ているのではないかということです。さらには天皇家の象徴であり日本の国章ともなっている菊花紋、すなわち菊の花をかたどった紋章ですが、これはネブカドネザル2世が築いたイシュタル門にあしらわれるなど、シュメール人の築いたメソポタミア文明にも同じようなものが見られます。
さらに、実は日本語とシュメール語にも共通点が多くあるのです。その一つが、両方とも膠着語であるということです。膠着語とは、主語、目的語、述語の順が基本となり、不規則動詞が少ない、などの特徴を持つ言語のことで、日本語を含め、満州語、朝鮮語、トルコ語などがこれに属しています。そして、シュメール語も日本語と同じ膠着語であり、彼らの住んでいた地域の周辺民族が主に使っていた。セム系の言語とは、一線を画しています。そして、ただ同じ膠着語に属する、というだけでなく、シュメール語は日本語と、数々の共通点があるのです。例えば、日本の古代の文献においては、日本のことを、豊足原の水穂の国、足原の中津国など、足という植物名を用いた微笑で呼ぶことがありますが、シュメール語においてもシュメール人たちは自分たちの国のことを、足の主の地と呼んでいました。このような数々の共通点から、日本とシュメールには何か深いつながりがあるのでは？ということは古くから言われていました。このことを初めて唱えた人は、17世紀、日本にやってきたオランダ人の医師、ケンペルにまで遡ります。ケンペルは将軍である徳川綱吉に拝謁を許されるほど、日本で厚遇され、後に、日本史、と呼ばれる日本での見聞をまとめた書物が有名になります。この、日本史には、当時の日本を、天皇と将軍の二人の支配者がいる、と指摘したり、あるいは、鎖国という言葉の由来となる記述があるなど、多くの見るべきところがあります。ケンペルはシュメールと日本の多くの類似性に触れ、初めて祖国の滅びたシュメール人たちが日本列島にやってきて日本人の祖先となったという説を提唱しています。彼は高間ヶ原はバビロニアにあったと言い、日本人は日本列島よりはるか西のその場所からやってきたと唱えたのです。その後、大正7年になって日本人シュメール起源説を唱えたのが原田敬吾でした。彼はチグリス・ユーフラテス川の流域を人類最初の楽園エデンの園と呼び、日本民族の祖先もここからやってきたのだ、としたのです。そしてその根拠として、シュメールの神々が日本でも崇拝された形跡があること、日本神話とシュメール神話に共通する点が多いこと、古事記に描かれたイザナギの巫女の服装が、シュメールの王たちの服装に一致すること、日本語の地名に、シュメール語由来と思われるものが多いことなどを挙げています。その後も日本人の祖先はシュメール人であったという学説は繰り返し説かれてきました。その中にシュメール人の末裔の一部がヒッタイトとなり、それが日本に渡って日本民族の祖先となったという説を取る人もいました。近年になっても日本人とシュメール人の関係を指摘する学説は海外でも唱えられ、また山口県下関市の彦島からは大正13年にシュメールの古代文字であるペトログラフが見つかっています。これらは紀元前2000年から紀元300年頃のものであると言われ、具体的には彦島杉田遺跡という遺跡の岩にこれが掘られていました。このようにシュメール文明が日本の起源であるという説は300年にわたって根強く唱えられてきたのです。ここまで見てきたのはシュメール人が日本に渡ってきて日本人の祖先となったという説ですが、実は日本人が大陸に渡っていきシュメール人の祖先となったという説も唱えられています。これによると、まず日本の縄文文明は世界のどの文明よりも古いものでした。従来の説に従っても縄文文明は1万5000年以上も前に発祥したと考えられていますが、シュメールの方は約7500年前です。そして日本の島根県にある砂原遺跡からはそれより格段に古い12万年前のものと考えられる石器が見つかっているのです。これだけの古さの違いを考えると、むしろシュメールが日本の祖先なのではなく、逆に日本の方がシュメールの祖先なのではないかと考えても不自然ではありません。その根拠の一つとして、シュメールから出土した粘土板に刻まれたある言い伝えがあります。それによれば、シュメールに多大な影響を与えたウバイド人の故郷が、はるか遠くの海の上に浮かぶ、日の昇る国、ディムルン、である、とのことです。このディムルンというのがどこか、ということに関しては、様々な説が唱えられていますが、日が昇る国が、東の方を意味するのであれば、
日本はシュメールの東にありますし、そもそもこの言葉は聖徳太子のヒーズルところの天使を連想させます。また縄文のヴィーナスとして知られる長野県出土の土偶は紀元前3000年頃のものと考えられていますが、実は紀元前2000年頃のシュメールの遺物イナンナと呼ばれる像はこれと似た造形になっています。特に横に丸く張り出した肘や太もも、そして線形を思わせる上半身などはそっくりです。このことからもシュメールと日本に何らかの文化的つながりがあり、さらに日本の方が古いということがうかがえます。しかしそうだとすれば、日本列島で暮らしていた縄文人たちがなぜわざわざユーラシア大陸を横断してメソポタミアまでたどり着いたのかということが疑問になってきます。実はそこにはある深刻な事情がありました。それが赤穂屋の大噴火です。この赤穂屋の大噴火というのは機械カルデラと呼ばれる海底火山の噴火のことです。この海底火山は鹿児島県薩摩半島沖の薩摩硫黄島、竹島などの海底にあり、現在から約7300年前、世界最大規模の噴火が起こりました。この頃高度な文明を築いていた九州南部の縄文人たちの社会はこの噴火によって壊滅したほか、その火山灰は朝鮮半島南部から日本の東北地方あたりまで降り注ぎ、九州、四国、そして本州の大半に降り積もった形跡が発見されています。実はこの機械カルデラの噴火の時期にこの噴火を生き残り住む場所をなくして新天地を求め大陸に渡った縄文人の子孫がシュメール人ではないかと言われています。これまで述べてきたようにシュメール文明と日本の文明にはあまりにも似たところが多い上に、このシュメール文明が歴史に突如として登場した時期と機械カルデラ噴火の時期があまりにも符合するからです。縄文時代の日本にはすでに遠洋航海する技術がありました。青森県の遺跡でタイやマグロ、ニシンなどの骨が見つかり、縄文人たちが外洋まで船で行けるだけの航海技術、造船技術を持っていたことが明らかになっています。そのためうまく海流に乗れば船によってメソポタミアに到達することも不可能ではありませんでした。さらにこのシュメール人に関してはハーバード大学のある教授が DNA 解析を行っています。残念ながらシュメール人の遺跡から得られた彼らの DNA の分析結果に関してはなぜか非公開とされたようで、ひょっとしたらこれまで語られてきた歴史を覆すような衝撃的な事実が判明したのかもしれません。ただ縄文人の DNA は一般的にヨーロッパの人々に一部受け継がれているということはすでに分かっており、そうだとしたらシュメール人が日本人の子孫であって不思議はありません。この研究の結果が未公開なのはシュメール人が日本人の末裔であるという大発見をあまりに衝撃的すぎて公表できなかったからなのかもしれません。もちろん機械カルデラの噴火によって縄文人たちが逃げていった先はシュメールだけではありません。実はこの他にも世界各地で縄文人たちの痕跡は見つかっているのです。実はアメリカのオレゴン州では縄文人のものと思われるサンダルが見つかっています。これはオレゴン大学の自然史歴史博物館に収蔵されているものなのですが、およそ1万500年前のものと考えられており、樹皮の繊維を編んで作られています。これは確認されている中で世界最古のサンダルとされていますが、それがあまりにも日本のわらじと似ていると言われており、これは古代の日本人すなわち縄文人が持ち込んだものなのではと話題になっています。またこの周辺の原住民であるナバホ族は渡りガラスを神の使いとしていますが、これは日本神話のヤタガラスを思わせます。実際アジアにいたモンゴロイドの一部が陸続きになっていたベーリング海峡を渡り、遥か昔にアメリカ大陸にたどり着き、ネイティブアメリカンの人々の祖先となったということは昔から言われていましたが、最新の研究によって海を伝ってカヌーで渡っていったと考えられるようになりました。長江文明は今から5000年ほど前に中国南部の長江流域で栄えた文明です。一説にはこの長江文明が日本列島に稲作を伝えたと言われており、それが日本の弥生時代を作ったと言われるのですが、これまで述べてきたように縄文文明は1万5000年ほど前から始まっており、これも古さからして長江文明に先行しています。
そしてこの長江文明はシュメール文明と同じくその前の段階なくして唐突に歴史にその姿を現しました。その時期はおよそ7300年前であると言われています。それはちょうど機械カルデラの大噴火によって縄文人たちが西日本を脱出した時期と重なり、彼らの一部が長江流域に到達して長江文明を築いたのではないかと言われます。その根拠としては古代中国の歴史について書かれた契丹古伝に、三江五帝は皆和主なりとか書かれていることです。三江五帝というのは古代中国の神話に登場する伝説的な帝王の総称ですが、これが和人であったというのです。これはまさしく縄文人が長江流域に逃げてきたことにより長江文明が栄えたことに符合する記述といえます。一般にインカ帝国があったペルーに日本人が住み着いたのは16世紀のことだと言われています。南蛮貿易が盛んに行われた時代、日本人奴隷がこの土地に連れてこられたり、あるいは自ら望んで南米に渡った人がいたのです。しかしこれはインカ帝国が滅びてからはるか後の時代のことなのですが、実はインカ帝国そのものを日本人が作ったのではないかという説があります。それというのもインカ帝国の第9代皇帝であるパチャクテクの子孫であるチャベスという人物が日本のテレビ番組の取材に対し、自分の一族に伝わる伝承によればインカ帝国を作ったのは日本人であると発言しているのです。また同じテレビ番組においてインカの長老が太平洋の彼方からやってきた神が王国を築き、また戻ることを約束して去っていったと発言しており、これも太平洋の向こう側にある日本を思わせる伝承ということができます。さらにこの他にもそれぞれの文化の神話が類似していることなど、インカ帝国と日本のつながりを思わせる要素はたくさんあります。また同じくインカ帝国の領域であったエクアドルでは日本の縄文土器にそっくりの土器が見つかっています。それだけを聞くと可能性としては日本で出土した縄文土器が海外に持ち出されたのだろうとも考えられるのですが、この土器は実はエクアドルの土を使って作られたことが分かり、すなわち日本の縄文土器を作る技術を持った人々がこの場所に渡ってきて作ったものということになるのです。また南太平洋の島であるバヌアツでは青森県で発見された円筒仮想式土器と似た土器の破片が見つかり、その年代を調べたところおよそ5000年前のものであることが分かっています。さらにバヌアツには存在しない土の成分であるミクロバーライトが含まれていました。この土器の年代を見てもやはり機械カルデラの大噴火の後に日本から逃げ出した人々の子孫がこれを作ったと考えれば辻褄が合います。機械カルデラの噴火によって滅亡の危機に瀕した縄文人たち、しかし彼らはたくましく生き延び世界各地に先進的な文明を伝えていきました。シュメール文明もその一つに過ぎません。数々の先進的な文化を作り出し世界史上に特筆されるシュメール文明は、ここまで見てきたように宇宙人などではなく縄文人によって作られた文明だったというわけなのです。今回は世界最古の文明と言われたシュメール文明が実は日本人が作ったものだったという説について語りました。最新テクノロジーは縄文人とアイヌ民族の時空を超えたつながりを示しました。この動画ではまず北海道の歴史を1万年前まで遡り、縄文時代を起点にしてアイヌ文化の成立と繁栄までの過程をたどっていきます。その上で縄文人とアイヌの生活様式、信仰、ルックスなどを多角的に比較していき、両者の意外な共通点を紹介します。さらに縄文人とアイヌの関係性を解き明かす遺伝子解析についてもお伝えします。それでは謎多き民族アイヌのルーツを探る旅へとお連れしましょう。今回は学校で習わないアイヌ民族と縄文人の奇妙な関係を語ります。国の法律で北海道の先住民族と認められているアイヌ民族ですが、彼らの起源については現在でもはっきりとしていません。一般的にもともと北海道に暮らしていた人々が混血を繰り返した末に13世紀頃アイヌとして台頭したと考えられています。一方で北方のユーラシア大陸やカラフトから渡来した民族という説もあります。考古学や人類学が進歩した今でも
アイヌがどこから来たのかは解明されていないのです。一部の学者はアイヌの祖先は縄文人であると主張しています。彼らによるとアイヌが大切にしていた神々への信仰や自然との共存を重視する生活スタイルからは、はるか昔1万年前から栄えていた縄文文化の名残が見られるようです。縄文人の信仰心は時を超えてアイヌに継承されたのかもしれません。約1万6000年前、寒冷な気候を特徴とする旧石器時代は終わりを迎えて、日本列島では温暖な気候と緑あふれる自然環境が形成されていきました。日本における文明の起点とされる縄文時代の始まりです。特に北海道では広大な森林や豊かな漁場が生まれたといいます。それに伴い北海道に居住する人々の暮らしにも変化が訪れました。それまではナウマンゾウに代表される大型哺乳類を追いかけて移住を繰り返すキャンプ生活を営んでいましたが、縄文時代に食料の安定供給が進むと定住生活と集落の形成が可能となったのです。なお縄文時代の遺跡は北海道や東北地方で発見されることが多いようです。その理由は当時の東日本は食料資源を大量に取れる環境を持っており、他の地域と比較すると際立って人口が多かったからです。中には縄文人の8割が東日本に住んでいたと唱える学者もいます。そして縄文人のように狩猟、採取と定住を両立した例は世界的に見ても珍しく、一部の外国人学者からは縄文人は驚異的な人々だったと高く評価されています。そのような背景もあってか2021年7月には北海道、青森県、岩手県、秋田県の遺跡で構成される北海道・北東北の縄文遺跡群がユネスコ世界文化遺産に登録されました。文字のない時代、いわゆる先史時代の遺跡が世界文化遺産に登録されるのは稀な事例です。紀元前10世紀以降、本州は縄文時代から弥生時代へと移行していきますが、北海道は全く異なる道を歩んでいきます。その頃の北海道の時代区分は俗縄文時代と呼ばれており、その名が示す通り縄文時代の延長線です。弥生時代に入った本州では渡来人が持ち込んだ技術によって稲作、機織り、鉄器などの農耕文化が広がりました。加えて大陸式の農耕儀礼や祭祀も普及していきました。日本列島の大部分で狩猟、採取生活にピリオドが打たれたのです。そんな本州の状況とは対照的に、北海道では引き続き狩猟や漁労による食料調達が続いていきました。特に漁労においては縄文時代と比べて生産性がアップしたようで、魚介類や海洋哺乳類が人々にとっての身近なカロリー源となったようです。さらに俗縄文時代の北海道では交易活動が盛んに行われたと考えられています。俗縄文人は交易を通して本州からはガラスなどを輸入して、樺太からは琥珀を手に入れたと考えられています。彼らは北の大地の特産品ともいえるヒグマやラッコの毛皮を差し出す代わりに、各地域から貴重な品々を入手していたのです。そのように狩猟、採取と交易による経済を基盤とする俗縄文時代は7世紀頃、本州でいうところの飛鳥時代まで続いたと考えられています。やがて北海道は薩摩時代と呼ばれる時代に入っていきました。薩摩という言葉は当時使われていた薩摩式土器の表面にあるこすった文様が由来です。薩摩式土器は本州の須益という土器から影響を受けたと考えられますが、土器にとどまらず本州との技術面、文化面のつながりが一層深まっていきます。とりわけ本州からもたらされる先端技術の影響は大きかったようです。薩摩時代には北海道でも石器に代わって鉄製品が使用されるようになり、加えて鉄製品の加工や製造を意味する鍛冶のノウハウがもたらされました。また縦穴住居や農耕といった文化が北海道に広まったのも薩摩時代と言われています。彼らは主要産業の狩猟、漁労を続けながら積極的に本州の技術、文化を取り入れたのです。一方で同時期の北海道でオホーツク文化を担う人々が勢力も伸ばしていました。諸説ありますが、オホーツク文化人のルーツはユーラシア大陸や樺太にあるようで、5世紀から6世紀頃に北海道に南下して一部の地域で定住を始めたとされています。彼らが得意としていたのは
オホーツク海を拠点とする海洋漁労で、船を巧みに操ってクジラやアザラシなどを捕獲していました。このように北海道には薩摩文化とオホーツク文化が並行して存在しましたが、時代が進むにつれてオホーツク文化は薩摩文化へ吸収されたといいます。さらに薩摩時代もアイヌ文化が出現する頃には姿を消したと考えられています。そのような歴史的背景から、一部の学者はアイヌの直接の祖先は薩摩人とオホーツク文化人という説を唱えています。13世紀頃、衰退消滅した薩摩文化やオホーツク文化に代わってアイヌ文化が台頭します。アイヌが成立した過程については諸説があります。ある説によると、もともと北海道に居住していた地域集団が強固なつながりを持った結果、アイヌ社会が成立したと言われています。一方では、13世紀にカラフトや大陸から渡来したアイヌの祖先がすでに北海道にいた勢力、つまり薩摩人やオホーツク文化人を征服したという説もあります。いずれにしろ、アイヌがそのタイミングで成立繁栄したきっかけは、彼らが営んでいた活発な経済活動にあると見られています。当時、日本や中国を中心に成り立っていた東アジアの経済圏にアイヌも取り込まれていきました。彼らは魚介類や動物を原材料にした加工品を売る代わりに、木綿、漆器、酒、米などを入手していたと考えられています。また交易の場で多民族と接したため、彼らは言語や生活習慣などの独自性を意識していきました。その過程でアイヌ同士の仲間意識が強まり、まとまりのある集団になったと推定されています。つまり13世紀頃、民族としてのアイヌとアイヌ文化が形成されたと考えられるのです。それ以降、江戸時代に行われた松前藩による経済的な搾取が始まるまで、アイヌは活発な経済活動に励みつつ、独特の世界観を育んでいきました。アイヌ社会は狩猟、漁労、採取、農耕による自給自足の生活スタイルと、多民族との交易によって成り立っていました。食べ物は山の幸や海の幸に恵まれた土地柄もあって、各家庭で色とりどりの食材が調理されていました。主食となったのは鹿、木の実、雑穀だと考えられています。とりわけ、鹿の肉はよく食べられていたようです。かつての北海道では異常な数の鹿が生息しており、簡単に肉を入手できました。北海道といえば物産展。物産展といえば魚介類を連想する方もいるはずですが、アイヌ全盛期の北海道でも魚介類は豊富に取れたようです。特によく食べられていたのは、川で簡単に捕獲できる鮭だったといいます。その他、タラ、ニシン、昆布など現代人の大好物も食卓に並んでいました。アイヌは家作りでも工夫を凝らしていました。主流となったチセと呼ばれる一軒家に住み、設置された囲炉裏を囲んで家族団らんのひとときを過ごしたようです。驚くべきことに、アイヌは地熱を活用して防寒していたようです。囲炉裏の熱を溜め込んだ地面が冬に熱を発するため、寒さ対策は万全だったといいます。ファッション面においても彼らは個性を発揮していました。アイヌの民族衣装の特徴は細やかな装飾が施されている点でした。さらに日常生活、儀礼、祭りなどそれぞれの場面に適した服を選んでいたようです。アイヌ以前に北海道で生活していた族縄文人や薩摩人、オホーツク人も毛皮を輸出していたほどなので、彼らの文化を継承したアイヌにとって服飾はお家芸だったと推測されます。アイヌ文化には薩摩文化とオホーツク文化、双方の要素が受け継がれています。薩摩文化からアイヌ文化へ継承されたものとして、農耕のノウハウが挙げられます。アイヌの先輩ともいえる薩摩人は、川のほとりにある土地を利用して農作業していました。良質な水源を確保する重要性は今も昔も変わらないようです。効率的な農地の利活用はアイヌにも継承されたようで、彼らも川沿いの土地でヒエ、アワ、キビ、麦、そば、豆などを栽培したといいます。アイヌの生活基盤のメインは狩猟や漁労でしたが、安定的に生産できる農作物は彼らの食料源を補完したと考えられます。一方で、オホーツク文化人は精神面でアイヌに影響を与えたとみられます。オホーツク文化には住居の中に熊の頭骨を集める風習がありました。アイヌはヨマンテの慣習に見られる通り、
熊に対する信仰心を持っていましたが、オホーツク文化の慣習を受け継いだ可能性があります。もっとも、薩摩文化やオホーツク文化からアイヌ文化への変遷に関して、明確な記録が存在しないことも事実です。アイヌ民族は文字を持たない民族であったため、文献資料が残っていないのです。また、研究対象になるような13世紀前後の遺跡、遺物が少ない点もネックとなっています。文字資料から読み解く歴史学者にとっても、発掘調査を切り口に研究する考古学者にとっても、アイヌの歴史はかなりの強敵といえる相手なのです。アイヌ文化の中には、縄文時代からの連続性を感じさせるものがあります。とりわけ、物質文化ではなく、精神文化や世界観からその傾向が見られるのです。代表的なのが、熊送りの儀式、イオマンテのような自然信仰です。アイヌの宗教は、いわゆるアニミズムに分類されています。アニミズムは動物、植物、日用品、天災、病気といった神羅万象すべてに霊が宿ると信じる宗教を指します。さらに、アイヌは自らが住む人間界と神々が住む天上界の2つに分けて、物事を解釈したといいます。そのような前提のもとで彼らが紡いできた神話は、神々は姿を変えて人間界を訪れ、役目を果たした末に天上界に帰っていくというもの。そのようなアイヌの信仰と同様に、縄文人も自然界に対する感謝の気持ちを抱いていたと考えられています。中にはイオマンテを彷彿とさせるような儀式も存在しました。葬った動物を天へと返すイノシシ送りの儀式です。また、一部の学者は、縄文人の貝塚はゴミ処分場ではなく神聖な場所だったと主張しています。その根拠は、貝塚から人骨や祭祀道具が発掘されていることです。それらを踏まえると、アイヌと同じように、縄文人にも死者を見送る習慣があったと考えるのが自然です。縄文時代の人々は、大自然の中で発生する気候変動、災害、疫病といった、突発的かつ目に見えない恐怖にさらされながら、祈りを捧げていました。アイヌの信仰心は、縄文人が太古の昔から育んできた、祈りの文化を継承していた可能性があるのです。長きにわたり、アイヌ語は言語学者の研究対象となっています。日本語と文法、単語、発音が大きく異なっており、多言語との関係も謎に包まれているからです。そのため、言語学の世界では、孤立した言語に分類されています。ところが、近年になって定説を覆すような新説が提唱されました。縄文人が話していた縄文語とアイヌ語に共通点があるという説です。そもそも縄文語の存在自体に疑問を抱く方もいるかもしれませんが、当時の日本列島では、すでに日本海を活用した交易活動が営まれており、遠方でのコミュニケーションを図るため、何らかの会話が交わされた可能性があるのです。現在、その可能性に目をつけた言語学者が縄文語を復元する研究を続けています。そして、アメリカ人言語学者のアレキサンダー・ボビンによれば、古くから残る地名、万葉集に書かれた歌、各地の不読に記された人名の中に、アイヌ語由来と見られる単語があるそうです。地名の例としては、青森県の山内、秋田県の十和田、福島県の猪苗代、石川県の能登などが挙げられます。ボビンは地名や人名を根拠に、かつての本州でアイヌ語に近い言語が使われていた可能性を指摘しました。彼の説が正しいとすれば、新たな解釈が見出せます。日本では弥生人の渡来や大和王権の成立を経て言語に変化が生じましたが、交流の機会に乏しい北日本では縄文語がそのまま残り、後の時代、縄文語の名残を持つアイヌ語が成立したというストーリーです。アイヌは、二重まぶたで目鼻立ちのはっきりした顔立ちの人が多数派だったといいます。眉やひげといった体毛も濃かったようで、いわゆるソース顔にあたります。ある調査によると、現代日本人における二重まぶた率が約3割なので、日本人の大多数を占める大和民族と異なる特徴を持っていたと言えるでしょう。明治時代には、お雇い外国人として来日した医師のベルツが、アイヌを見て自らと同じヨーロッパ系と勘違いした記録も残っています。そのようなアイヌの外見的特徴は、縄文人にも当てはまります。縄文人と弥生人の見た目は比較されがちなので、ご存知の方も多いはずですが、縄文人の骨は立体的な構造になっており、目や鼻といった各パーツの大きさが目立ちます。
一方、弥生人の骨を見ると凹凸が少なく、滑らかな顔をしています。つまり、弥生人との混血が進む前の縄文人は、平たい顔族ではなかったのです。そのように紹介すると、ルックス面で縄文人に軍配が上がりそうですが、体格では、弥生人が約5センチメートルほど恵まれていたようです。ちなみに、アイヌの女性は体にタトゥーを施していました。死後の旅立ちを意識した呪術的側面のほか、夫の存在を示す社会的側面、そしてファッションとして手術した女性が多かったようです。明確な証拠はないものの、入れ墨のルーツを縄文時代に求める説もあります。やや後世にあたりますが、弥生時代の魏志倭人伝において、日本人が入れ墨していると指摘されていることや、縄文時代に制作された土偶に入れ墨のような装飾を施した作品が多いためです。タトゥー文化も縄文人からアイヌに受け継がれた文化なのかもしれません。アイヌや縄文人はどのように日本列島に渡ってきたのでしょうか。その疑問は長い間答えが出ていませんでした。疑問に真っ向からチャレンジしたのが1980年代以降の研究者たちです。彼らが選んだ解析方法はミトコンドリア DNA 解析でした。ミトコンドリア解析とは、細胞内の核の DNA 型を鑑定する手段です。そして、DNA 抽出のために使われる素材は歯です。歯は人間の体で最も硬い部分と言われており、後世にサンプルが残りやすいのです。研究者は発掘した人骨から取り出したサンプルをひたすら解析していきました。しかし、ミトコンドリア DNA は母親からの遺伝情報に限られており、遺伝情報も少ないため、解析結果としては不十分でした。よって、アイヌや縄文人の起源や歴史を詳しく知るためには、具体的な遺伝情報がわかる核ゲノム解析の登場を待たなくてはいけませんでした。日本人の成り立ちを示す二重構造モデルと呼ばれる学説があります。1991年に提唱されたもので、人骨による統計データに基づいたものです。内容は、弥生時代への転換期において、先住民である縄文人と移住してきた渡来人が、徐々に混血を進めていった結果、現在の日本人が形成されたという考え方です。この説で重要なのは、本州で混血が進んだ弥生時代以降になっても、渡来人と交流が少ない北海道と沖縄では、混血が進まなかったと指摘している点です。本州の人々と比較して、アイヌや琉球民族が、縄文人の遺伝的要素を色濃く残しているという意味になります。そのような主張が学会で展開されていた頃、新たな装置が開発されて、ついに核ゲノム解析が可能になりました。すべての祖先をたどることのできる核ゲノムを、大量かつ短時間に解析できる環境が整ったのです。そして、縄文人の遺伝情報がどの民族にどの程度受け継がれているかの研究が進んでいきます。その結果、縄文人と琉球民族、アイヌ、ヤマト民族の遺伝的な類似性が判明しました。縄文人との遺伝子を最も色濃く残しているのはアイヌで、次が沖縄の琉球民族、その次が日本人のマジョリティであるヤマト民族でした。まさに、二重構造モデルの裏付けとなるような研究結果が出たのです。そして、解析の結果を詳しく見てみると、ヤマト民族が縄文人から受け継いだ DNA は、わずか約 12% に過ぎませんでした。一方、アイヌは縄文人の DNA を 50% 以上、琉球民族は約 20% 受け継いでいるといいます。こうして、核ゲノム解析によって縄文人とアイヌが遺伝的な近さが示されたのです。現在でも、アイヌのルーツの全てが分かったわけではありません。数年前に実施されたミトコンドリア DNA の解析からは、アイヌの成立に、ロシアのシベリア南部を拠点としていたオホーツク文化人が関わっている可能性が生まれました。アイヌを含む日本人の成り立ちが二重構造モデルよりも複雑であることを示唆する結果です。今後はオホーツク文化人の核ゲノム解析による実態解明が期待されています。時代が進むごとに精度が向上している遺伝子解析ですが、研究に使われる素材が不足している事情もあり、未だに発展途上の段階といえます。核ゲノム解析はまだ始まったばかりです。解析を積み上げていくことで、アイヌの起源は縄文人なのか、あるいは他の民族にあるのか、その答えが解明される日が来るのかもしれません。謎多き民族、アイヌ、最新のテクノロジーによっても、
彼らの起源や成立過程は解明されていません。ただし、縄文時代を彷彿とさせる文化や遺伝子の類似性から、一部の学者はアイヌを縄文人の子孫と考えています。特に、アイヌの強い信仰心は、縄文文化とのつながりを感じさせます。今後の遺伝子解析や発掘調査によって、驚くような歴史的事実が判明するのかもしれません。今回は、学校で習わないアイヌ民族と縄文人の奇妙な関係を語りました。縄文人の末裔が日本の山に生き残っていたかもしれません。彼らは名を山家といい、日本の山岳地帯に生き続けた古部族であり、そして彼らこそが縄文時代からの暮らしを守り続けた日本の先住民族だと言われているのです。今から約40年前となる1985年に公開された日本映画「背振り物語」。この作品には山の民としての山家が登場していて、自然に寄り添い自然と共生する彼らの生き様が克明に描かれています。最近でも2022年に「山家」という日本映画が公開されていて、都会の少年と山家の少女との交流が描かれ、自然の中に生きる彼らの暮らしぶりが紹介されています。インターネット上でも個人のブログサイトや動画サイトで山家をテーマとした内容が見られますが、検索サイトで「山家」と入力すると「調べてはいけない」という不穏なワードが表示されるのです。映画では自然を敬う気高い人々として描かれるのに、ネットでは危険な存在とされている。これは一体どういうことなのでしょうか。山家とはどんな人々なのでしょうか。これには山家がよく分かっていない謎の集団であること、山家の研究が仮説や創作に満ちていて実態からかけ離れていることに原因があります。この動画では現段階で分かっている限りでの山家の実態について偏見を持たず詳しく紹介していきます。そして江戸時代後期にその存在が記録され、明治期に始まった学術的な調査の内容を追いながら、山家がいつどのようにして山岳地帯に暮らす漂流民となったのか明らかにします。今回は学校では習わない縄文人の末裔とされる山家について語ります。山家とは日本の山岳地帯に住んでいた漂流民の集団を総称してそのように呼んでいます。山家は外部の者が使った呼び名で、彼らは自身をセブリと呼んでいました。彼らがいつどこからどのようにしてやってきたのか、はっきりとしたことは分かっていません。冒頭に紹介した映画のセブリとは、山家の人たちが使ったテントのような仮住まいで、彼らはそれを利用して山岳地帯を移動しながら生活していました。山家の人たちは基本的には狩猟採取による自給自足の生活でしたが、ミと呼ばれるザルのような農具を生産し、里に暮らす村人たちと主に物々交換で交易もしていました。一般社会から離れてひっそり静かに暮らす人が多く、隔離された山岳地帯で暮らしているため、一般常識に疎い人もいたようで、里の人の所有物を勝手に持ち出しトラブルになることもありました。山家の人々は社会と交わることを避けていて、独自の隠語を用いて会話をしていました。離れた場所に暮らす仲間と連絡を取る際にも、独自の手法を使っていて、彼らだけがわかる符号を記した炙り出しの紙を地面に埋めていました。山家の人々は同じ仲間同士とは強い絆で結ばれていましたが、里の人々との交流は極力避けていて、外部の人々と婚姻関係を結び婚結することは決してありませんでした。一般的な日本人とは異なる宗教や伝統を受け継いでいて、彼ら独自の法を持っていて、それによって山家の人々の社会は運営され、時に裁判を行うこともありました。山家の人々は相互扶助のシステムを持っていて、国に頼ることなく暮らしていたため、古い時代から戸籍を持たずに生きていて、昭和の時代に入っても無戸籍の人が多かったと言われています。このように山家の人々は一般社会と交わることを嫌い、秘密主義で自分たちのことを語るのを避けてきたため、謎の多い人々として未だその全容は明らかになっていない状態です。昭和中期頃までは一定数が確実に存在していましたが、日本の高度経済成長期から後は一般社会の中に溶け込み、同化して自然消滅していったと考えられています。著名人の中に山家の子孫とされる人もいますが、憶測の息を出ない噂でしかありません。それでも一般的な日本人が山家の人々と交流した記録や彼らの研究を試みた例があります。江戸時代後期に山家の人々と山中で遭遇し交流の記録を残した松浦武四郎、
明治時代に警察からの依頼を発端に傘下の人々を研究した民族学者の柳田国夫。昭和初期から戦後にかけて傘下をテーマにした小説ルポルタージュを残した作家の三角館。これらの人たちが残した記録により、現代の私たちは傘下の実像に迫ることができています。ここからはそれらの内容がどのようなものであるか詳しく見ていくことにします。傘下の記述が登場する古い文献の一つが松浦武四郎の日田紀行です。これは探検家である松浦が中部地方を旅した時の記録となっています。松浦は裕福な庄屋の生まれで、幼い頃から学習の機会に恵まれ文化的素養を身につけた人物です。彼の有名な功績は、当時蝦夷地と呼ばれていた北海道の調査で、北海道の名称は松浦の考案であり、1869年に蝦夷地開拓御用係に任命された際、アイヌ語でこの土地に生まれた人間を意味する貝を取り入れ北海道と名付けました。松浦は16歳の頃から国内を巡る旅を続けていて、1835年には現在の中部地方を訪れています。日田紀行に記された内容によると、4月半ばに越中から日田に入ったとのことで、谷間にはまだ雪が残るほど寒い時期にもかかわらず、宿が見つからず辛い思いをしたと書き残しています。松浦は美濃に向かう道中で足に腫れ物ができ、美馬屋のと呼ばれる場所で倒れたそうです。村人によりお堂に運び込まれた松浦でしたが、この時お堂に3人の者たちが訪れたとのこと。3人はみすぼらしい身なりでしたが、松浦の食事の世話をしただけでなく薬草を煎じてくれました。その彼らをこの辺にては傘下というよしと、日田紀行には記されています。病状が回復し出立しようとする松浦に、看病してくれた傘下の老人が、我のごとき傘下に出会いたまわば郡上の爺と言えと伝えます。松浦は次にたどり着いた町で出会った傘下に九段の郡上の爺の名前を出したところ、その町の傘下の人たちから手厚く歓迎を受けたそうです。この日田紀行からわかるのは、山中に暮らす人々を傘下と呼ぶ風習があったこと。傘下の人たちが離れた地域同士でも互いを知るネットワークを構築していたらしいこと。傘下の間には郡上の爺のような信頼される顔役がいたということです。同時期の1855年に広島藩で記された庄屋文書にも傘下の記述は登場しているため、この時期にはすでに広い地域で傘下という表現が使われていたと判断できます。維新を経て明治に移った日本で、治安維持は新たに組織された警察の仕事となりました。警察では傘下による窃盗に頭を悩ませていて、傘下という名称で山賊として認識しており、農林省でも国有林を討伐する傘下を警戒していて、当時傘下の呼称は差別用語でした。こうした状況の中、警察は柳田国夫に傘下の現地調査を依頼します。柳田は1910年に発表した遠野物語が好評となり、民族学者として知られる人物でしたが、本業は農商務省の官僚で、民族学には仕事で東北を訪れ民話に触れる中で興味を深めたとのことです。柳田は依頼の実行のため大垣で警察署長と面談し、傘下の情報を集めただけでなく、郡上八幡から越前に旅をして傘下の実地調査を行いました。柳田はこの現地調査の後に学術誌である人類学雑誌に論文を寄稿しています。それが「イタカ」および「傘下」で、柳田における最初の傘下論とされるものです。この中で柳田は、傘下には背振り、自領時、振り打ち、上がりの4種類があること、背振り以外の傘下が詐欺的な犯罪を行う集団であると発表しています。柳田はその後もいくつかの論文を発表、さらに1925年に山の人生を執筆して、傘下の人々の実態に迫ろうと試みています。この山の人生の中で柳田は傘下の呼称をなるべく避けて、山で暮らす人として山人という表現を使用しています。これは犯罪者としてネガティブなイメージで使われた傘下の表現を嫌って、犯罪と無縁に山中で暮らしている人たちを差別化しようと試みたと考えられます。遠野物語の発表以来、柳田は山岳地帯のような自然に生きる人々に畏敬の念を持っており、山の人生は遠野物語の続編と見られていて、
柳田の山人への愛着がうかがえる内容です。当初柳田は山人の起源を海を渡ってきた異民族の末裔であると考えていましたが、やがて彼らこそが元から日本に暮らしていた先住民であるとの自説を持つようになり、山人はこの島国に昔繁栄していた先住民の子孫であるとしています。この柳田の理論が現在ネット上で見られる参加イコール日本の先住民説のベースとなっています。しかし柳田の理論は仮説段階でとどまっていて、証明のための調査には至っていない状態です。もしも柳田が参加の研究を続けていたら、彼らの実像が明らかになっていたのかもしれません。時代が昭和に入ると参加は大衆小説の形で人々の間に知れ渡ることになりました。参加をテーマとした小説を発表したのは元新聞記者の三角寛。事件の取材記者として経験を積む中で、後年小説家として人気を博す手腕を磨きました。三角は記者当時は飛ばし記事と呼ばれる裏付けが取れない信憑性の低い情報を派手に誇張した内容で記事にまとめ、読者から人気を集める記者でした。取材生活の中で参加が犯人とされる事件に遭遇し、参加に興味を持ち始めたとされています。作家の永井達夫の勧めで小説を書き始め、昭和洋風伝で文壇にデビューし、めきめきと頭角を現し、小説家としての人気を高めた三角は新聞社を退社し執筆活動に専念します。三角の代表的な作品が長編小説裾野の三巻で、簡単なあらすじを紹介すると、三家たちは300年の長きにわたり徳川将軍家に仕えた隠密の一族、明治維新後に徳川家の埋蔵金をめぐり富士の裾野で戦いが繰り広げられるという内容です。その後三角の人気は低迷し、太平洋戦争を挟んでその著作は人々から忘れられていきます。戦後も三角は参加小説を書き続けていましたが、1960年代に入ると研究者に転身し、学位論文参加族の社会の研究が東洋大学で認められ文学博士の学位を取得。参加に関するルポルタージュ形式の書籍を出版し、研究の第一人者としての地位を確立しました。三角による代表的な調査結果の一つが参加文字で、参加の人々が暗号に使っていたとされています。三角は参加に関する研究を発表する一方で、自分以外が参加を研究することに不快感を示しました。研究の裾野が広がることを妨害するような行為に周囲からの批判が集まることもしばしばでした。三角は研究を独占したまま亡くなるのですが、遺族により研究の大半が創作であったことが暴露されました。例えば参加文字は古史古典の一つである上津文に記されている豊国文字を参照したものに過ぎないとされています。このため現在では三角の研究成果は学術的には参照する価値がないと認識されています。しかし近年、門外不出とされた三角の研究資料が発表され、その分析が進んでいます。三角が実際に参加の人々と深い結びつきを持っていたことが判明し、未発表の資料も発見されています。三角の研究に対する再評価も高まりつつあり、事実と創作の振り分けが進められているとのこと。もしかすると三角の残した資料の中から世間を驚かせる新発表が出てくるかもしれません。それでは次に参加の人々がどのように誕生したのか、その起源を探っていきます。その一つの説が、参加の人々の起源を中世や近世における混乱期の難民だったとするものです。何らかの理由で里での暮らしが立ち行かなくなった人々が定住生活を捨てて流民化し、その後の参加につながる集団になったというものです。中世の南北朝時代や戦国時代の動乱期に芸能を生業にする遊芸民となった人々がいて、彼らを参加の起源とする説を提唱したのが歴史学者の北定吉です。中世にはこうした定住して農業を行う以外に、芸能や職能により漂流民として暮らす人たちがいました。日本が天皇を頂点とした均質な農耕民の国家とする説が長らく学会の主流となる日本像でしたが、日本の中世は漂流民も入り混じった雑多ななりわりの従事者で構成されていたことを歴史学者の網野義彦が主張しています。彼らのような漂流しながら金銭を得る人々は、定住して就労している一般的な人々から蔑みの目で見られる被差別民であったと考えられています。定住をしない暮らしであり、差別的な視点で見られるという部分はまさに参加のイメージと重なり、
中世の漂流民が酸化の源流であるとする説はかなり説得力あるものだと考えられます。このほか酸化の起源を中世でなく近世とする説を民族学者の沖浦和輝が唱えています。沖浦は三角館の著作酸化社会の研究の巻末に50ページに及ぶ文章を載せています。その中で沖浦は酸化は幕末の頃から相次いで発生した社会的危機に農村部に暮らしていた人々が定住生活に見切りをつけて山岳地帯での漂流生活に入ったとの説を主張しています。天明から天保に至る時期の大飢饉の頃に農村を離れて山岳地帯で背振りによる小屋掛け生活を送り、魚を取ったり竹で生活用具を作ったりして生き延びようとした人々が酸化となったとしています。ここまで中世から近世にかけての漂流民や難民が酸化の起源であるとする説を紹介しました。それでは次に柳田国男が唱える説を基本とする酸化日本の先住民説を解説していきます。1910年に遠野物語を発表し、東北地方における民話を世間に紹介した柳田国男でしたが、1925年には山の人生を発表して日本全国の山に暮らす人々の実態を紹介しています。各地に語り継がれる神隠しや仙人の話からその背景に見える日本の風俗を考察する内容です。先に解説しましたが、柳田は酸化という言葉を避けて山人の表現を多用していますが、日本の民話や風俗を研究する中で柳田は山人が日本の先住民と考えるようになりました。山人たちは最初にこの国に住んでいた先住民だったが、何らかの理由で平地から追われてしまい山岳地帯で暮らすようになり今に至っているのではないか、そのような推論をしています。なぜ柳田はそのような推論を考えるに至ったのでしょうか。かつて日本には現在とは異なる民族が住んでいて、そこに今の日本人の祖先となる人々が入り込み暮らしていた土地を侵食された先住民は山岳地帯や北方へ移動を余儀なくされた。実はこのような説は柳田がオリジナルではなく、明治期にすでに存在していた考え方でした。もともとは江戸時代末期から明治にかけて日本にやってきた外国人研究者が唱え始めたもので、この説に多くの日本人研究者も追随したため当時の学会の主流の考え方となっていたのです。この説の背景にあるのが日本神話で、天孫降臨で地上へ降りた神の子孫である天皇が九州から統制して統一政権を打ち立てたエピソードは、大陸から稲作の文化を持って渡ってきた人々がそれ以前から日本に住んでいた縄文人たちを追いやったことを示唆していると考えられたのです。東京帝国大学出身の柳田もこうした学会の潮流に大きな影響を受けていたと考えられます。また柳田はドイツの詩人ハインリヒ・ハイネを愛読、著書流刑の神々に影響を受けています。この書籍はヨーロッパの古代の神々がキリスト教によって追いやられた様を描いたエッセイです。柳田は同様の出来事が古代の日本でも起きたと考え、山岳地帯で語り継がれてきた鬼や天狗の民話は先住民たちがかつて信仰していた神であり、民話の語り部である山人が先住民の子孫と考えるに至ったようです。このように神話の中に酸化の起源を求める考えは三角館の著作の中でも見ることができます。三角は酸化社会の研究で酸化の祖神を三から分けのナストとしています。この三から分けのナストには穀物の実と殻を分けて食物を得るという意味があるのですが、酸化の人々が竹細工で作っていた実が穀物の殻やゴミを取り除く道具であることが関連しています。この三角の記述を民族学者の沖浦和輝は著書の竹の民族史で触れ、大和族が九州から畿内に移動し大和王権を樹立した際に大和族に従って畿内に移住した隼人族の一部が竹で実などを作る職能集団を形成、山岳地帯に移り住み酸化の起源になったとしています。この他に酸化の人々は古代において大和族との政権争いに敗れた国の民の末裔とする説があります。先ほど話に出た隼人族のように大和政権がまだ全国政権として確立していなかった時期には政権に服属しない民が存在していて、独立国が乱立していたと考えられています。古代の出雲もそうした地域の一つであり、日本海側を中心に宗教国家を形成していたとされています。日本書紀や古事記には
国つかみから天つかみへ国を譲るエピソードがあり、出雲の大国布しの神が治める豊足原の瑞穂の国を日本の主神である天照大神に譲る内容となっています。しかし実際の歴史は畿内の大和族が出雲族を属国としたものと考えられていて、その際に逃れた出雲族が山岳地帯に身を隠し山下の起源になったと唱える説があるのです。この国譲りの出来事がいつ起きたのか明らかではありませんが、初代天皇である神武天皇の即位が西暦に照らし合わせると紀元前660年とされていて、これは縄文時代晩期の頃となっています。国譲りはそれ以前に起きた出来事とされているので、そこに傘下の起源があると考えた場合、傘下は縄文時代から続く一族の末裔であると論拠にすることは可能かもしれません。ただし日本書紀や古事記の神話部分は学術的な観点からは歴史的事実と認定されておらず、朝廷の権威を高めるために編纂当時の人々が創作したとされている内容です。大和族により出雲族が制圧され、その結果傘下が生まれた歴史が仮に事実だったとしても、それが起きたのが縄文時代であったかどうかは一考の余地があるところでしょう。日本神話の統制や国譲りのエピソードから傘下の起源を探る説を紹介しました。傘下は古代において大和族に抗って従属を拒否した末路わぬ民であり、稲作文化の普及以前から日本に先住していた縄文人の末裔である可能性について見てきました。古代日本ではこのような大和族以外の集団が多数存在していたと考えられています。今回のテーマである傘下をはじめとし、先ほど統制に従った隼人がそれにあたります。他にも熊曽や熊人、土蜘蛛や道長などがいましたが、中でも有名なのはアイヌ族と琉球族で、これらの人々は今でも生き残っていることで知られています。アイヌ族をエミシと呼ばれた人々と同一視するのは議論が分かれる論点ではありますが、日本の古代史において最後まで中央政権に抵抗し続けた民族であり、それは平安時代にまで至っています。現在の日本人の DNA を調査した結果、アイヌ族の人々が縄文人の遺伝子を引き継いでいる可能性は 50% 以上であると推測されていて、彼らが縄文人の末裔であることはほぼ間違いないようです。ちなみに大和族の末裔とされる現日本人は縄文人から受け継いだ遺伝子の率が 12% でした。この結果から見ても、いかにアイヌ族の人々が日本の先住民である縄文人に近いかわかるでしょう。このアイヌイコール縄文人説は、このチャンネルの他の動画で詳しく紹介していますので、興味のある人はぜひそちらもご覧になってください。傘下の人々の DNA 鑑定が行われた記録はありませんが、もし現在も生き残っている傘下の一族がいて、DNA を調べることができたなら、傘下の起源について科学的な実証が可能になったことでしょう。文献資料が残されていない傘下の人々の歴史には謎が多く、はっきりとしたことは分かっていません。今後の研究によって何か新しい事実が分かることを期待して締めくくりとします。数十年前まで日本の山岳地帯で独自のコミュニティを形成していた傘下について紹介しました。江戸時代後期の松浦武四郎や民族学者の柳田国男、作家の三角館など傘下に関心を持った人々が自身の著作にどのように記述したのかを紹介し、謎が多いとされる傘下の人々の起源についていくつかの説を取り上げてみました。しかし起源にまつわる説は推測の域にとどまっていて、確証となる証拠はない状況です。傘下の人々は21世紀の現在では完全にいなくなってしまったとされていて、フィールドワークを積み重ねてその実像を明らかにする手段は断たれています。その一方で傘下は現在も生き残っていて、日本の政治を裏で操っていると主張する人たちがいます。彼らは一般社会に紛れて暮らしていて、その数は数千万人を超えているとされているのです。今でも傘下の人々の間は伝統的な相互扶助の精神で結ばれていて、そのために集められた基金が数億円を超える膨大な規模となっていて、この資金力をバックに財界、政界に影響を与えているとのこと。今回は縄文人の末裔とされる傘下について語りました。マチュピチュで有名なインカ帝国を建国したのは日本人だった。ジブリアニメの天空の城ラピュタは多くの人が一度は見たことがある作品でしょう。超古代文明により作られた空を飛ぶ城をめぐる
とても爽快なアニメ作品ですが、あの映画に登場する空を飛ぶ城ラピュタが、まるで地上に再現されたような遺跡があるのをご存知ですか？それがペルーのアンデス山脈にある、インカ帝国時代の遺跡マチュピチュです。標高2430メートルの高地に存在する建築物で、1983年にユネスコにより世界遺産に登録されました。非常に精巧な石組みの建築物が数多く見られ、どうやって作られたのか、今も謎のベールに包まれています。インカ帝国の首都クスコはさらに高い3400メートルの高地にあり、こちらにも精巧な石組みが残されています。現代から見ても高度な技術が必要とされる建築物を、どのようなノウハウで作り上げたのか。このミステリーに対し、今も生き残るインカ帝国皇帝の末裔が驚くべき証言をしています。インカ帝国を建国したのは日本人であり、それは一族の間で語り継がれてきたというものです。もしそれが事実であれば、マチュピチュやクスコの精巧な石組みの建築物は、日本人が南米にもたらした技術により建てられたかもしれないのです。今回の動画では、皇帝の末裔が語るインカ帝国日本人ルーツ説、科学的に見た日本人と南米の人々との共通性、マチュピチュが世界的に有名になる礎を築いた日本人を取り上げます。今回は学校では習わない、南米アンデス地方に築かれた巨大帝国、インカ創生の秘密について語ります。ところで皆さんは南北アメリカ大陸の歴史について、詳しく知っていますか？マチュピチュはマヤ文明の遺跡。そんな勘違いを耳にすることもしばしばです。インカ帝国について語る前に、南北アメリカ大陸の歴史について簡単に紹介します。まずはマヤ歴でよく知られたマヤ文明について見ていきます。マヤ文明はメキシコ南東部やグアテマラの中米地域にあったメソアメリカ文明の一つで、非常に高度な文化を持っていたことが分かっていて、エジプトのヒエログリフのような絵文字を使い、天体観測に基づいた緻密な暦を生み出していて、二十進法を駆使した計算も行っていました。各都市では階段形式の巨大なピラミッド神殿が築かれ、世界遺産に登録されたチチェンイツァが有名です。マヤの他にメソアメリカ文明で有名なものにアステカ文明があります。メシカと呼ばれるナワ族の一集団に支配された国で、現在のメキシコの名前の由来となっています。マヤ文明と同様に優れた文化を持っていて、厳格な階級と強い軍国主義が特徴の国家でした。メソアメリカ文明における最晩期の文明であり、1521年にスペイン人の侵略により滅亡しました。中心地であったテノチティトランをめぐる攻防戦は苛烈なものでしたが、アステカは支配地域に過酷な重税を課していたため、周辺民族は離反しスペイン軍に参加。強大な軍事力を誇ったアステカは、皮肉にも滅ぼされた国家として名を残すことになりました。そして今回のテーマとなるインカ帝国は、13世紀頃に成立したケチュア族の国家で、現在の南米大陸にあるペルーやエクアドル、ボリビア、チリ北部に及ぶ広大な地域を支配した帝国です。現地の言葉による正式な国名はタワンチンスーユで、4つの地方からなる国土という意味を持ち、帝国が東西南北の4つの地域に分かれていて、それぞれに地方長官がいたことから命名されました。高度な農耕技術や金属器文化を誇り、アンデス山脈の高地に半島を拡大し、15世紀に最盛期を迎えました。世界遺産として有名なマチュピチュも、この最盛期に建設されたと考えられています。第9代皇帝となるパチャクチの頃に周辺部族を屈服させ、領土を1000倍に拡大したとされていて、第11代皇帝ワイナ・カパックはさらに領土を拡大、南北 4000km に及ぶ大帝国を築きました。この広大な領域を支配するため、国内では山岳地帯や密林を貫くインカの道が整備され、チャスキと呼ばれる日本の飛脚と同様のシステムで情報が伝達されていました。しかしインカ帝国はアステカと同様、スペインの侵略によって1533年に滅亡しています。以上、南北アメリカ大陸の代表的な文明について紹介しました。この他にも太陽のピラミッドで有名なティオティワカン文明やトルテカ文明など、興味深い文明がいくつかありますが、その説明はまた別の機会にしましょう。インカ帝国は約300年の歴史の間に、道路網やマチュピチュなど優れた文化を築きましたが、知識は庶民のものではないという考え方があり、
高度な技術は貴族階級が独占していました。そのためなのか、全時代全地域を通して文字を使う文化は育たなかったとされています。歴史的事実を知るための資料はありませんが、各地に口頭による伝承が語り継がれていて、それらをもとにインカ帝国の歴史を明らかにすることが試みられています。冒頭に紹介したインカ帝国日本人ルーツ説も口頭で語り継がれた伝承の一つです。この説は昔からあったもので、現地のケチュア族の間で強く信じられてきたと言われています。この話が日本で広まったきっかけとなったのが、2014年3月にテレビ東京で放送された番組、世界遺産三大迷宮ミステリーペルー編、インカ帝国を作ったのは日本人だったです。番組内に登場し、インタビューに答えたミゲル・アンヘル・トレス・チャベス氏は、インカ帝国を飛躍的に発展させた第9代皇帝パチャクテクの末裔とされています。チャベス氏が証言した内容によると、インカ帝国を作ったのは日本人だと子供の頃から聞かされていた。その話は一族の間で代々と語り継がれてきたと祖父母から教えられたそうです。さらにチャベス氏は、インカの王族の間では彼らだけがわかる言葉が話されていたそうで、それが日本語であった可能性があるとも指摘しています。同番組内ではこのインカ帝国日本人ルーツ説を補完するように一冊の本を紹介しています。その本は1912年から10年間にわたり日本駐在ペルー大使を務めたフランシスコ・ロワイサ氏の著書で、マンコ・カパックインカ帝国の創始者は日本人だったというものです。言語人類学者でもあったロワイサ氏はこの中でケチュア語と日本語の共通性を指摘しつつ、日本人がどのように太平洋を渡ったかを紹介し、インカ帝国日本人ルーツ説を主張しています。本のタイトルでもあるマンコ・カパックは、口頭で語り継がれてきたインカ神話に登場するインカ帝国の前身となったクスコ王国の初代国王とされる人物です。このマンコ・カパックは日本語のマナコとカッパがなまったものだとの説を唱えて、漢字で目とカッパを当て字にしていて、書籍の表紙もこの主張に基づいて作られています。また神話ではマンコ・カパックは妻のママゴクリュと共に父カカコに降臨したとされていて、この父カカコの父は父、カカは母から来ている言葉と指摘しています。テレビ東京の番組ではさらに現地取材を敢行し、インカ帝国の神話に関する聞き取り調査を行いました。クスコの町から車で1時間ほどの場所にある昔からの生活スタイルを続けるマティンガ村を訪れ、村で最も長寿な100歳の女性パウラ・チャウカさんから神話に関する話を聞いています。チャウカさんによると村に伝わってきた神話があるそうで、太平洋の彼方からやってきた神様が王国を築いた後、また戻ってくると言い残し再び海へ旅立ったという内容だったとのことです。これらの現地での取材内容と科学的な研究結果を総合して、2014年のテレビ東京の番組ではインカ帝国日本人ルーツ説がかなり信憑性のあるものだと結論付けています。インカ帝国の前身であるクスコ王国はマンコ・カパックが13世紀初頭に建国したと考えられていて、当時の日本は12世紀後半に成立した鎌倉幕府が勢力を誇った鎌倉時代でした。クスコのあるペルーは日本から直線距離で15,000km の彼方であり、航空機が発達した現在でも36時間ほどの時間を要さなければ到着できません。当時日本人が南米に到達することが本当に可能だったのでしょうか。紹介したテレビ東京の番組では日本とインカとの共通性を科学的に検証しています。 DNA の配列に見られる特定の特徴をハプロタイプと呼んでいますが、それぞれの特徴によってアルファベットで分類されたハプログループが構成されています。その中のハプログループ B は主に東京や宮崎で検出されていて、発掘された縄文人の人骨を解析した結果、縄文時代から日本列島で暮らしていたと分かっています。日本の他には中国や韓国、ベトナムやマレーシアなどの東南アジア地域、フィリピンやインドネシア、ポリネシア、ミクロネシアなどの島々でも見られるグループです。そしてこのハプログループ B に属する人々がインカ帝国が存在した南米の沿岸部に存在していて、太平洋15,000km の隔たりを超えたつながりが遺伝子のレベルで証明されています。この他に人間に寄生するズビニ甲虫の存在も
人類が太平洋ルートでインカ帝国の領域に到達したことを示唆しています。この甲虫は人間の十二指腸などに寄生して血液を吸い、貧血や腹痛などの症状の原因になります。温帯地方や高地に存在していて、日本のほか南太平洋の熱帯亜熱帯の島々でも見つかっているのですが、この寄生虫が南アメリカ大陸の西海岸やカリブ海周辺でも見つかっているのです。実はこの甲虫は寒さに弱いため、0度以下の環境では生き残れません。人類がアメリカ大陸に到達したのは氷河時代で、海面が下がって陸続きとなっていた当時のベーリング海峡を歩いて渡ってきたと考えられています。しかし極寒のベーリング海峡を経由したとなれば、ズビニ甲虫は生存できないはずです。このことから人類のアメリカ大陸への進出にはベーリング海峡以外のルートがあり、東南アジアから南太平洋の島伝いに南米まで拡大していったと考えられているのです。また白血病の原因となる ALT ウイルスというものがあり、これは日本に見られる独特なもので、日本の他にはバヌアツやパプアニューギニアを除いては世界でほとんど感染が確認されていません。けれどもこのウイルスの感染者が南米で、かつてインカ帝国があったアンデス高地のみで見つかっています。さらに1500年前のミイラから採取された DNA からもこのウイルスは検出されたとのこと。日本人と同じ特性を持つ人々が南米のアンデス地域に移り住んだことは間違いないでしょう。この他にも海藻を食べる食文化が日本と南米に共通して存在するのをご存知ですか？よく世界で海藻を食べるのは日本人と韓国人だけと言われますが、実際は違います。現在は日本食の影響を受けて海藻を食べる習慣も世界に広がりましたが、伝統的に食べる地域もあって、イギリスやイタリアなど限られた地域ですが、昔からの海藻料理がある国は存在します。その中の一つに南米のチリも入っていて、コチャユーヨという海藻はポピュラーな食材です。古くから食用にされてきたとのことで、チリ南部にある1万4000年前のモンテベルデ遺跡から当時の人々がコチャユーヨを食べていた形跡が見つかったとのことです。コチャユーヨとはケチュア族の言葉で、コチャは海、ユーヨが野菜を意味していて、インカ帝国でも食用にされていたと考えられています。海外では海藻に対する拒否反応も強く、寿司がブームとなっても海苔は受け入れられず、巻物は海苔を内側に入れて見えないようにするカルフォルニアロールのスタイルが取られます。また2010年にフランスの研究機関により、海藻を分解する酵素を日本人だけが持っていると分かり、科学雑誌ネイチャーに論文が発表されています。いずれの事例も世界で海藻を好んで食べる民族が少数派であることを示していて、海藻を食文化に取り入れている国には何らかのつながりがあると考えられるでしょう。 DNA の特徴や寄生虫やウイルス、海藻を食べる食文化から日本とインカとのつながりを見てきました。インカ帝国日本人ルーツ説が事実と仮定するなら、日本人はいつどのようにして南米に渡ったのでしょう。学術的に最も信用性の高い説は、オーストロネシア人の南太平洋諸島への拡大によるものでしょう。オーストロネシア人は東アジアに起源を持つと考えられているモンゴロイドで、今から約6000年前に現在の中国福建省付近から台湾に移住したとされます。その後さらに大陸から台湾に移住する人々が増えていき、オーストロネシア人は押し出される形となり、今から約5000年前に東南アジアやオセアニアに拡大していきました。彼らは優れた航海技術を持つ人々と考えられていて、紀元後700年頃までに南太平洋一帯に拡大し、紀元後1000年にはイースター島にまで到達していたとされています。そこからさらに数百年の時間をかけて南アメリカ大陸に渡っていったとしたら、紀元後1200年代頃に成立したとされるインカ帝国の前身であるクスコ王国の成立時と重なります。台湾からポリネシアに渡ったオーストロネシア人には DNA がハプログループ B に属する人がおり、オーストロネシア人の一部は日本の鹿児島や宮崎に移住していたとの説もあります。ただこの説を正しいとしても、日本人とインカの人々の祖先が同じだとの話になるだけで、南米に移り住んだ日本人がインカ帝国を建国したとはなりません。けれども縄文時代の日本人が日本を脱出したかもしれない、そんな仮説があります。それが今から約7300年前に起きた赤穂屋大噴火による
縄文人の移住です。赤穂屋大噴火とは、薩摩半島から50km沖合の大隅の海峡にある機械カルデラを形成した世界規模の超巨大噴火のことで、当時の南九州に暮らしていた縄文人に大打撃を与えました。この時降り積もった火山灰は九州では 60cm を超え、偏西風に乗って東北地方まで到達しています。南九州ではこの後1000年近く森林が育たなかったとされ、人々は移住を余儀なくされたようです。南九州でこの噴火以降の縄文時代の遺跡は見つかっておらず、人骨も発見されていないことから、この地の縄文人たちは住み慣れた故郷を離れ遠方へと避難したことは確実なようです。その中の一部が船に乗って太平洋を渡り南米にたどり着いたのではないかとする説があります。この説を裏付けるのが、インカ帝国の領土だったエクアドルにあるバルディビア遺跡で発見された土器で、この土器が日本の縄文土器と非常によく似た特徴を持っています。ヨーロッパへの留学経験を持つアマチュアの考古学者エミリオ・エストラーダ氏は、故郷エクアドルのバルディビア遺跡を発掘したところ、インカの遺物と異なる特徴を持つ土器を発見。留学時代の文献を調べると、それらが日本の縄文土器にとてもよく似た特徴であることが分かりました。そこでエストラーダ氏は土器の破片をスミソニアン研究所のクリフォード・エヴァンス博士に送り、詳しい調査を依頼しました。博士は日本にまで足を運んで縄文土器について詳しく調べ、両者の共通性を確信したとのことです。そして博士は縄文土器を作る職人の技術が海を渡ってエクアドルに伝えられたとの説を発表しました。バルディビアでは土器文化が発達した過程となる遺物が発見されておらず、突如として完成形の土器が出現していることから、そうした結論に至ったとのことです。しかし1960年代当時、この説は非現実的であるとされ、学会に受け入れられることはありませんでした。エヴァンス博士の発表から半世紀余りが過ぎましたが、現代でも先史時代に日本人が太平洋を越えて南米まで渡ったと言われても、にわかには信じがたい話と感じてしまうでしょう。日本では元昭和薬科大学の教授で思想史学者古代文家の古田武彦氏が著書「海の古代史黒潮と魏志倭人伝の真実」の中で、縄文人が海を渡って土器を伝えたとしています。古田氏によれば、縄文人は海洋航海のエキスパートであり、黒潮に乗れば南米へ到達することは可能だと著書の中で自説を述べています。ポリネシア人は海流に逆行する形で船を操り、はるかイースター島まで到着する能力を持っていましたので、同じオーストロネシア人を起源に持つ縄文人たちも南米まで渡る航海術を持っていたかもしれません。インカ帝国は文字を持たなかったため、その歴史を知るための資料がないことを紹介しましたが、日本に関する資料の中にインカ帝国とのつながりを示すと考えられる記述があります。3世紀末に記された中国の歴史書「三国志」の魏志倭人伝の中に国史国に関する記述が登場します。この国は倭国から東南へはるか離れた場所にあるとされる国で、魏志倭人伝の中に倭国から4000里東南に羅国国史国があり、船で行くと1年かかるとの記述があります。さらにこの国に住む人々が倭人であることもしっかりと記録されているのです。この国史国が南米のアンデス山脈に存在していたのではないか、そのように考えられているのです。現在日本からペルーへの船便は約1週間で到着しますが、今から1500年ほど昔の船旅であれば1年くらいはかかっていたのかもしれません。また4000里は現在の距離だと約16000km で、日本とペルーのクスコまでの距離とほぼ同じです。他にも中国には紀元前4世紀から3世紀の頃に成立したと考えられている仙外峡と呼ばれる地理書があって、倭国と共に国史国についての記載があります。ちなみにこの仙外峡ですが、紫式部の源氏物語にも登場し、第6条末積花で注釈として引用され、国史国についても触れています。国史国がどこにあったのかは特定されていませんが、中国では古くから存在を認知されていたようで、その知識は平安時代の紫式部も持っていたくらいで、貴族階級や知識人の一般常識であったかもしれません。インカ帝国日本人ルーツ説に関して、そのつながりを示すとされる事例をいくつか紹介しました。もう一つ、
これはネットで広まっている噂話として、エクアドルの遺跡から発見された黄金版に日本古代の神代文字である出雲文字が記されていたという話を紹介しておきます。この話はスイス人の SF 作家エーリヒ・フォン・デニケン氏が1972年に発表したザ・ゴールド・オブ・ザ・ゴッドの中にあるタヨスの洞窟が元ネタとされています。フォン・デニケン氏はエクアドルで地元の男性に案内され、人工的に作られた地下トンネルを探検します。そこで大量の金、奇妙な形の像、金属の板を見たとのことで、フォン・デニケン氏はそれらを地球外生命体が来訪した証拠だと考えたとのことです。地元の聖職者であるカルロス・クレスピクロッチ神父がバチカンの許可を得て発見されたものを預かり、現在はマリア・アウグシリアドラ教会が所蔵するクレスピ神父博物館に展示されているとのこと。この中に純金製の文字盤があり、56個のマス目に絵や文字に見えるものが記されています。長らくその内容は解読できないものとされてきましたが、日本人作家の高橋義典氏がそれが日本の神代文字の一つである出雲文字であると主張、これなる金の板に遺作とヨセフ記す、ここに我が来るの宝集めしめ、後の世に伝えて礎たらしめむヤハウェを我らのカムイとあがめよと解読したそうです。もしこれらが事実であるとするなら、かなり衝撃的なニュースです。しかし作家のフォン・デニケン氏はザ・ゴールド・オブ・ザ・ゴッドを発表した数年後、自分はタヨスの洞窟に入ったことはないことを告白、トンネル探検の話も捏造だと発表しています。さらに現地のクレスピ神父が所有しているトンネルから発掘したとされる遺物の大部分が地元でお土産品として作られている真鍮製の模造品であることも暴露しています。フォン・デニケン氏は地球の古代文明は宇宙から来訪した宇宙人によって作られたとする古代宇宙人来訪説の提唱者であり、科学者たちから事実誤認であると批判を受ける人物。一方でハリウッドのクリエイターたちにインスパイアを与え熱烈な支持者がいるのも事実です。ほとんどが偽物とされるクレスピ神父博物館の所蔵品ですが、黄金の文字盤は本物だと言われています。以上の話はテレビで聞く言葉のように、信じるか信じないかはあなた次第と考えられる内容でしょう。インカ帝国日本人ルーツ説についていくつかお話ししました。いずれも状況証拠の領域を出ず、歴史的事実と認定できる物的証拠となり得ないものばかりです。これらはすべてインカ帝国が文字を持たず、自身の歴史について資料を残してこなかったためで、決め手となるものがなく、結論を出すことができず、とても歯がゆい状況です。インカ帝国と日本との過去におけるつながりは、いわゆる藪の中ですが、近年において日本との強いつながりが作られた事例を紹介します。今回の動画の中でインカ帝国の遺跡として紹介したマチュピチュですが、現在は世界遺産に登録され、年間で約150万人の観光客が訪れる世界でも屈指の人気観光地となっています。標高2430メートルにある遺跡を訪れる人々が拠点とするのが麓にあるマチュピチュ村です。世界遺産登録以降、マチュピチュ村には世界中から友好都市提携の打診があったのですが、彼らが提携先に真っ先に選んだのは総人口1万人に満たない福島県の大玉村でした。しかもマチュピチュ村の方から熱烈なラブコールを送ったと言われています。日本人でも知っている人が少ない福島県の大玉村と世界的に有名な観光地であるマチュピチュ村がなぜ友好都市関係を結んでいるのでしょうか。そこには野内与吉氏という一人の日本人の存在があります。野内氏は大正時代に20代で南米に移住、ゴム景気で湧いていたペルーで仕事を得ました。1923年からペルー国鉄に勤務し、鉄道敷設の作業に携わったのをきっかけにマチュピチュへ移住、そして1935年に集落で唯一となる宿泊施設ホテル野内を開業しました。このホテルの開業を周囲の村人たちは当時冷ややかな目で見ていたと言われています。1911年アメリカの探検家ハイラム・ビンガム3世がマチュピチュの存在を明らかにしていましたが、長年忘れ去られて手つかずだったマチュピチュは草木が生い茂るまさに藪の中の存在であり、世界中から人を集めることができる観光資源であるとは考えられていなかったからです。しかし多くの学者が調査のためマチュピチュへ足を運び、彼らを受け入れたのがホテルの内でした。
野内氏は宿泊場所を提供しただけでなく、遺跡調査の学者たちのガイドを積極的に務めました。英語とスペイン語のほか、現地のケチュア語を使えたため、有能なガイドとして重宝されたそうです。このほか野内氏は水力発電を導入したり、ホテルの1階部分を交番や郵便局として無償提供したり、集落発展のために尽力した結果、集落の最高責任者である行政官に任命されます。そして集落が行政区分により村へ昇格すると、野内氏はマチュピチュ村初めての村長に就任しました。遺跡の調査研究を進める学者たちへの協力、そして遺跡を訪れる人々の拠点となる村の開発、野内氏が中心となり当時の村人たちと協力したことで、世界的に有名な今のマチュピチュがあります。野内氏は1969年に現地で亡くなりましたが、現地の人々は彼の偉業を忘れることはなく、2015年に最初の友好都市の締結先に選んだのが、野内氏の生まれ故郷である福島県大玉村だったのです。インカ帝国日本人ルーツ説について紹介し、 DNA やウイルスなど科学的な観点からの検証と、資料に残された国史国の記述や縄文土器に似たバルディビア土器について紹介してきました。文字を持たなかったインカの歴史は藪の中であり、古代における日本とのつながりは確定できませんが、20世紀に入り藪の中から発見されたマチュピチュ遺跡の調査と発展に協力した野内与吉氏により、インカの末裔であるペルーの人々と私たち日本人との間には確かな絆が生まれています。今回はインカ帝国日本人ルーツ説について語りました。我々の祖先が生き残ったのは意外すぎる習慣が理由でした。長い旅路を経て最後に生き残った人族、それが私たちホモサピエンスです。地球上で唯一の人族の生き残りであり、最も支配的な種として繁栄しています。旧石器時代のホモサピエンスは日常的にどのような食事をしていたのか、彼らは日々の糧をどのような方法で手に入れていたのか、そしてホモサピエンスは巨大な共同体を形成していくのですが、それは彼らだけが身につけることができた特殊能力を生かした結果だったのです。他の人族とは圧倒的に異なる生活習慣で、現在までサバイバルしてきた私たちホモサピエンス、今回は学校では教わらない旧石器時代を生き抜いたホモサピエンスの日常生活に潜む驚くべき彼らの習慣について語ります。人類の証となる特徴的な進化は二足歩行で、最古の人類とされるのがサヘラントロプス。彼らは約700万年前のアフリカ大陸北西部に生息していました。ただしこれは発掘された骨格の一部からの推定で、彼らの二足歩行は確定されていません。確実に二足歩行したと分かっている人類の祖先で、最も有名なのがアウストラロピテクスです。1974年エチオピアで、全身骨格の 40% がまとまった形で化石が発見され、資料上の貴重さから、その個体はルーシーと名付けられ大切にされています。骨格の研究の結果、アウストラロピテクスの二足歩行は確実視されていて、彼らが私たち人類の祖先であることは間違いないようです。その後の進化の枝分かれでいくつかの人族が誕生、その中の一つがホモエレクトスで、1984年にケニアで全身骨格の化石が出土し、現代人とほぼ変わらない体型と分かりました。ホモエレクトスの一部はアフリカを離れ、中東からインド、そして中国へと拡散しました。北京原人で知られる化石人類もホモエレクトスの亜種で、学名をホモエレクトスペキネンシスと言います。私たち現生人類の直接の祖先となるホモサピエンスは、30万年から20万年前にアフリカに誕生し、7万年から5万年前の間にホモエレクトス同様に世界中に拡散していきました。私たち人類の母系祖先をたどる研究が行われていて、その結果現在生存している人類は、アフリカに生きていた一人の女性を最も近い共通した母系の祖先とすることが分かったそうです。彼女の名前はミトコンドリアギブで、現生人類がアフリカから拡散した起源と言えるでしょう。アフリカの地を離れ、数万年かけてユーラシア大陸を踏破し拡散した人類は、約3万8000年前に日本に到達したと考えられています。中国やインドネシアなどのアジア地域ではホモサピエンスより古い化石人類が発見されていますが、日本では未だ発見の事例がありません。このため日本に渡ってきた人類はホモサピエンスが最初だと考えられています。
しかしそこには大きな壁がありました。当時は氷河期の最中で、海面が今より100メートル近く下がっていたとされていますが、北海道は大陸と地続きだったものの、津軽海峡と対馬海峡、そして沖縄は当時も海のままでした。つまり船に乗ってこなければ日本には上陸できなかったということです。対馬海峡は現在でも水深200メートルを超える海域が存在し、当時は海面が下がっていたとしてもここを越えるのに船、そして航海技術は必須のアイテムだったはずです。また当時使われていた黒曜石の石器が本州で発見されているのですが、その産地は現在の東京から海を越えて約280キロメートル離れた伊豆諸島の神津島。しっかりとした航海技術を持った人が船を操って初めて到達できる場所です。黒曜石の石器は調査の結果約3万8000年前のものであると推測されていて、日本に人類が渡ってきた頃とほぼ同じ年代であることが分かっています。この事例からも当時日本に渡ってきた人類は高度な航海術を持っていたと推測されています。その後も人類はさらなる拡大を続け、海面が下がり地続きとなっていたベーリング海峡を渡り、ついにアメリカ大陸まで生存圏を広げていきました。その時期は諸説ありますが、近頃北米大陸の内陸部で人類の足跡が発見されていて、2万年以上前にホモ・サピエンスはアメリカ大陸に到達していたのではと考えられています。さらに人類は南下していき、ついに南米大陸の最果ての地パタゴニアへ到達しました。チリにありパタゴニア北西端となるモンテベルデ遺跡は調査の結果1万2500年前のものであり、アフリカから出発し陸伝いにやってきた人類はその頃にゴールに到達したと考えられています。ただしまだミクロネシアやポリネシア、インド洋などの島々に人類は到達していなかったため、人類が全世界に広がったのは北極圏に定住が始まった紀元後1世紀頃となっています。古いタイプの人類である原人や旧人たちもヨーロッパからユーラシア大陸へと生存範囲を拡大していました。しかし海を越えて日本へ渡ったり、極寒のベーリング海峡を渡ったり、その結果地球で生き残ったのは現世人類へつながるホモ・サピエンスだけです。両者の運命を分けた原因は一体何だったのでしょうか。続いて彼らの日常の生活習慣からホモ・サピエンスだけが生き残った原因を探っていきます。現代人の私たちにとっても健康的に生きるには体が資本です。栄養バランスのとれた十分な食事があれば丈夫で健康的な肉体を作ることができるでしょう。厳しい自然環境であればあるほど健康であるか否かは生存に直結する重大な問題になります。体を作るのは日々の食事で、何を食べているかは強さを測るバロメーターの一つです。というわけでアフリカを離れたホモ・サピエンスたちが世界中へ勢力を拡大していった5万年前から1万年前までの後期旧石器時代に彼らが一体何を食べていたのか見ていくことにします。そうは言っても当時彼らが食べていた食事のレシピが残っているはずもなく、遺跡から出土するもので類推していくしか食事内容を特定する手段はありません。その手がかりの一つとなるのが彼らが使っていた道具です。この時期はホモ・サピエンスと共にネアンデルタール人も生存していて、両者は共に道具として石器を使う文化を持っていました。ネアンデルタール人は進化の過程で枝分かれした人族で、学名をホモ・ネアンデルターレンシスと言います。現世人類より古くから生存していましたが、約4万年前に絶滅したとされています。前期旧石器時代の人類は、石斧などを用いて狩猟していましたが、後期旧石器時代になると槍や矢尻などの進化した石器が登場し始めます。それらを用いてマンモスなど、大型動物を飼っていたと考えられています。石器にはナイフのように加工されたものがあり、飼ってきた動物の解体に使われたとされています。他にも肉を骨からそぎ取るための石器もあり、肉を余すことなく利用していたようです。人類はもう火を使うようになっていましたから、肉を焼いて食べていたと考えられています。ただし土器はまだ登場していませんから、煮炊きすることはなかったでしょう。焼いて食べるだけと聞くと原始的な感じで粗末な食事というイメージを持つかもしれません。しかし彼らは熱した石の上で肉を焼いたり直火で炙ったりして食べていたと考えられていて、それは現代で言えばまさにバーベキューそのものです。群馬県にある旧石器時代の岩宿遺跡からは
火で焼けた拳大の石がいくつか見つかっていて、焼いた石の上に植物の葉でくるんだ肉を置いて蒸し焼きにして食べていたと考えられています。また石器には植物をすりつぶすためのものがあり、イスラエルにある2万年前の遺跡から小麦をすりつぶした石器が発見されていて、最古のパン作りの証拠だとされています。しかしそれをさらに上回って約3万年前のものとされるすりつぶし用の石器から当時の人類がパンを作っていた可能性をうかがわせる痕跡が発見されたとのことです。これは2010年にイタリアの研究チームが発表し、米科学アカデミー起用に掲載されたもので、イタリアやチェコの遺跡から見つかった石器から芋に似た木の根をすりつぶした痕跡が見つかり、出来上がった粉を水と混ぜて薄焼きパンを作っていたのではないかと推測しています。直火焼きに石焼きバーベキュー、さらに蒸し焼き料理、そしてパンと、かなりしっかりとした食事内容だったようです。もちろんこれらは発掘された痕跡から当時の食事を推測したに過ぎませんが、後期旧石器時代のホモ・サピエンスはバラエティ豊かな食事をしていたのかもしれません。言い換えれば彼らは雑食性であり、さまざまな食物を口にしていたということです。その一方で同時代を生きていたネアンデルタール人はほぼ肉食に偏っていたようで、ネアンデルタール人が一日に必要とするエネルギーは一説によると3500から5000キロカロリーで、彼らは大型の動物を狩猟しなければ生きていけない体質だったと考えられています。しかし地球の気候変動により彼らが狩猟の対象としていたマンモスなどの大型動物は絶滅、ネアンデルタール人もそれに伴って飢餓により絶滅したとされています。一方でバラエティ豊かな食事をしていたホモ・サピエンスは飢えることはありませんでした。それがホモ・サピエンスが生き残りの人族となった一つの原因であると考えられます。しかし豊かな食生活を送るためにはまず獲物を狩ることから始める必要があります。続いてホモ・サピエンスたちがどのような狩猟をしていたのか見ていきます。後期旧石器時代に生きたホモ・サピエンスがワイルドながら調理していたとしても、そもそも食材がなければ話は始まりません。現代人の私たちはスーパーやコンビニがありますが、当時はそんな便利なお店があるわけがなく、食材となる動物の肉は自分たちで買って手に入れるしかありませんでした。それでは当時のホモ・サピエンスたちはどのような狩りを行っていたのでしょうか。前期旧石器時代に生きた人類は当初肉食獣の食べ残しを漁っていましたが、木の棒に石器をくくりつけたテオノを発明すると狩猟を始めるようになりました。同時に火も使い始めていて、安全で消化のいい食事が取れるようになっています。時代が進み後期旧石器時代になると狩猟用の道具は進化しました。突起がついた木の棒に槍を乗せて投げるアトラトルと呼ばれる逃走器が発明され、当時の世界に大きく広がり、大型動物の狩猟に使われていたと考えられています。最終表記にフランスを中心とした西ヨーロッパにマドレーヌ文化と呼ばれる文化圏がありました。これはホモ・サピエンスに属するクロマニヨン人が生み出した惰性石器の文化圏です。彼らは洞窟壁画を残す精神文化を持っていましたが、逃走器にも見事な装飾を施しています。槍投げのオリンピック世界記録でも100メートルは超えておらず、槍単体ではさほど飛距離を稼げません。しかし逃走器で投げるとアスリートでなくても優に100メートルを超えて飛ばすことができます。練習を積めば対象への命中率も高まり、実際アフリカで行われているアトラトルの大会では一般男性が130メートル離れた場所から直径1メートルの的に当てたという記録もあります。旧石器時代のホモ・サピエンスは逃走器を使って離れた場所から獲物を仕留めたとされています。当時の世界で幅広く使われた逃走器ですが、続いて登場した弓矢や投石器に主役の座を奪われ、多くの地域で使われなくなり、やがて忘れ去られていったとされています。その他大型動物の狩猟で使われたのが落とし穴による捕獲でした。神奈川県にある宇津木原遺跡では直径が 1.5 メートルほどの穴が9基、一定の間隔でほぼ一直線に並んで発見されています。大人1人が入れるほどの大きさで、これらはナウマンゾウやオオツノジカなどの大型動物を捕獲するために仕掛けられた罠だったと考えられています。放射性炭素年代測定法で時期を特定した結果、約2万5000年前の後期旧石器時代のものと分かり、狩猟用の落とし穴としては日本でも最古のものと見られています。
1.5 メートルほどの落とし穴にはまったナウマンゾウやオオツノジカなどは、それだけで絶命するわけではなく、動けなくなった動物に石を投げたり、槍で刺したりして仕留めていたと考えられています。命が尽きるまでなぶり殺しにするのですから、なかなか残酷な方法と言えるでしょう。しかし当時のホモ・サピエンスたちも、生きるための食料を手に入れなければならず、彼らも必死だったに違いありません。いずれの手法にせよ、ホモ・サピエンスの狩猟は集団で行われていたと考えられていて、これが人類の社会形成の契機の一つになったとされています。ホモ・サピエンスの集団は家族を一つの単位として複数の家族が集っていたと見られています。これにより大型の動物を狩ることに成功した時にも余すことなく分配できたことでしょう。一方でネアンデルタール人は家族が個々で暮らす場合が多く、集団の規模は小さかったとされています。彼らは屈強な肉体をしていたため、少人数でも大型の動物を狩ることができたと推測されていますが、気候変動により彼らが狩っていた大型動物が絶滅すると、中型の動物を狙うことになりました。それはホモ・サピエンスと狩猟対象が重なることを意味し、大集団で狩りをするホモ・サピエンスと少人数で狩りをするネアンデルタール人とでは、どちらがより確実に獲物を狩ることができるか、それは説明するまでもなく明らかなことでしょう。では次に集団で暮らしていたホモ・サピエンスの共同体がどのようなものだったか見ていきます。後期旧石器時代のホモ・サピエンスは狩猟採取をしながら移動生活をしていたと考えられています。当初は岩陰や洞窟など自然物を住居として利用していました。しかし時代が下るにつれて大きな集団を作るようになり、洞窟では人数を収容しきれなくなったのか、開けた場所に簡易的な住居を建てて集団で生活を始めるようになっていきました。簡易的な住居とは、木の骨組みを組み合わせ、狩猟で手に入れた動物の皮で覆ったものと考えられています。アメリカ先住民のティピーやモンゴル遊牧民のゲルを想像すると分かりやすいと思います。神奈川県にある田名向原遺跡は、後期旧石器時代から古墳時代にかけての遺跡ですが、1997年の発掘調査で後期旧石器時代の住居跡が発見されています。拳大の石で直径約10メートルの円形が作られていて、同時に柱の穴と推測される12個の穴が見つかりました。焚き火の跡も2箇所発見されているため、当時の人々の住居跡だと推定されています。田名向原遺跡の近くには相模川が流れていて、川で鮭やマスを取りながら暮らしていたとされています。こうした住居跡は日本でも最古級の貴重な発見で、大阪の波佐見山遺跡など10例ほどしかありません。しかし判定住の住居はその形跡が残らないことが多く、ほとんどが石器や石のかけらの出土です。そうした出土物がある箇所をブロックと呼びますが、関東地方を中心に100地点ほど見つかっています。複数のブロックがドーナツ状になって集まった環状ブロック群が発見されていて、これは何組かの家族集団が集まって共同体を形成していたものだと考えられています。栃木県の上林遺跡からは 50×80m の楕円形の環状ブロック群が発見されていて、50から100人規模の大きな集落であったと推定されています。上林遺跡からは長野県産の黒曜石など、その地では取れない材料の石器が発見されていることから、他の地域の共同体との交易が行われ、物品や情報を交換していたのではと考えられています。後期旧石器時代のホモ・サピエンスはこうした共同体を形成して集団で狩猟を行ったり、手に入れた獲物をみんなで分け合いながら暮らしていたとされています。先ほどアメリカ先住民について触れましたが、彼らの生活スタイルとほぼ同じと言えるかもしれません。自然に寄り添って生きるアメリカ先住民の生き様をリスペクトする現代人が多いと言われていますが、そんな暮らし方をすでに数万年前の後期旧石器時代にホモ・サピエンスたちは完成させていました。その一方、ネアンデルタール人は開けた場所に住居を建てることはせずに、洞窟を住居にする暮らしが続いていたとされています。これはすでにお話しした通り、ネアンデルタール人は家族単位の少人数で暮らしていたため、洞窟を住居とすることで困らなかったためだと考えられます。しかし彼らは決して孤立して閉鎖的な生き方をしていたわけでなく、同時代にヨーロッパで暮らした私たち現世人類の祖先との交流をしていたと考えられています。その根拠として、
現代人の DNA にネアンデルタール人の痕跡が見つかっていることが挙げられます。2005年に権威ある科学学術雑誌ネイチャーにアフリカ人を除いた現代人の DNA にはネアンデルタール人特有の遺伝子が 1-4% 含まれているとの研究が掲載されました。特に欧米人の白い肌や青い目、金髪などはネアンデルタール人由来のものと考えられていて、インフルエンザウイルスに対する耐性もネアンデルタール人から引き継がれたとされています。このためネアンデルタール人は当時ヨーロッパにいたクロマニオン人との生存競争に敗れたのではなく、現世人類と混血し急速に取り込まれて消滅したと考える研究者もいます。こうして生き残った唯一の人族であるホモサピエンスは社会を形成し、さらに発展を遂げていきます。それを支えたのはホモサピエンスだけが持っている独自の精神文化でした。それでは次にホモサピエンスのコミュニケーション、そして宗教の誕生について見ていきます。私たちは言葉を話します。それにより他者との関係性を構築していますし、社会を保つために重要不可欠な要素です。ではこのように大切な言語を人類はいつから使うようになったのでしょうか。発掘された頭蓋骨の研究から、人類が言語を扱うに足る知能を獲得できたのはホモエレクトスと呼ばれる原人の段階になってからとされています。原人の頭蓋骨からは言語をコントロールする部位であるブローカヤが見つかっていて、彼らが言語を話していたとする根拠となっています。ただし原人は高度なコミュニケーションをとっていたわけでなく、鳴き声や叫び声に類するようなごく単純な発声を行っていたのみだと考えられています。原人に続く旧人であるネアンデルタール人も高度なコミュニケーションはできなかったとされています。彼らは脳の容量こそホモサピエンスに劣らない大きさでしたが、その構造を分析したところ、言語を扱うために必要な前頭葉が未発達であることが分かったそうです。またネアンデルタール人の喉の構造は複雑な言語を扱うのに不向きだったとされています。ボストン大学の考古学者であるアンナ・ゴールドフィールド氏が発掘されたネアンデルタール人の喉の骨を詳細に調べたところ、現代人より喉が大きく、声帯から発せられた音の反響する空間が広いため、明瞭な発声はできなかったとされています。特に母音がうまく発音できなかったと考えられていて、単純な会話は可能だったとされていますが、高度な社会を構築できるような複雑なコミュニケーションは取れなかったと考えられています。人類が複雑な言語を扱えるようになったのはホモサピエンスになってからのようです。こうしたホモサピエンスとネアンデルタール人とのコミュニケーション能力の差が、現在まで生き残れる人類になれたか、なれなかったかの違いにつながったのでしょうか。当時の言語については文章による資料や明確な物証が出ているわけではないので、あくまでも遺跡の出土物全体から推測されるものでしかありません。私たち現代人も家族やごく親しい友人と話す場合と、面識のない人や仕事上だけの関係の人とはコミュニケーションの方法が変わります。また手順が複雑な作業について伝えようと思ったら、かなり高度なコミュニケーション能力が必要です。石器の複雑な加工技術や陶装機などの新しく登場した技術の習得、離れた場所から来た他の共同体の人々と交易するなど、当時のホモサピエンスにはかなり高度なコミュニケーション能力が必要だったと推測されます。人類が共同体を形成して社会化をしていく中で、担うべき仕事は多様化していきます。それを一人の人間で完結するのが困難な場合、分業が必要となるでしょう。例えば動物を狩りに行くのはこのグループ、木の実や果物を採取するのは別のグループ、そうした分業ができれば食料調達も効率的に行えるはずです。分業の役割を取り決めるにもコミュニケーションは必須だったはずです。最終表記の厳しい自然環境を生き残るのに、ホモサピエンスが持つ高度な言語能力は他の人類に比べより有利なアドバンテージとなったと推測できます。さらにホモサピエンスが共同体の結束を固めるために重要な要素になったと思われるのが宗教です。それでは最後に後期旧石器時代にその息吹が芽生えたとされる原始宗教について見ていきましょう。人間には想像力があります。この世界に存在しないものを想像できるのは人間だけが持っているセンスで、さらにそれを素晴らしいことと共感できるのも人間だけが持つ才能です。原始的な宗教であるアニミズムは
この世界すべてのものに精霊が宿ると信じることで、その考え方に共感して精霊が存在すると信じる人がいることも事実です。でも精霊は目に見えることはありません。中に私には見えると主張する人もいますが、基本的には想像の産物で目には見えません。そんな目に見えない精霊のような存在でも、特定の共同体の中では実在が信用されて、同じ信念を共有できれば共同体に属する人々の絆は深まるでしょう。それこそが宗教の持つ利点であり、かつ最大の目的といえます。後期旧石器時代の遺跡となるイタリアのフマーネ洞窟やフランスのラスコー洞窟から、この世に存在しない半人半獣の壁画が発見されています。フマーネ洞窟には頭に角が生えた人間、ラスコー洞窟には鳥人間と呼ばれる絵が描かれていて、他にも牛や鹿などの一般的な動物も描かれる非常に芸術性に富んだ遺跡となっています。こうした洞窟壁画は当時のシャーマン、つまり呪術師が描いたと考えられていて、彼らが呪術行為の果てにトランス状態になって見えたものではないかとされています。動物の絵が描かれていることから、シャーマンが祈ったのはおそらく狩猟に関することで、当時の人類の最大の関心事である狩りの成功について占ったのではないかと考えられます。そして現実に存在する動物の傍らに描かれた半人半獣の絵は精霊なのかもしれません。その精霊に狩猟の成功を祈り、それが共同体で共有される考え方となったら、それが宗教の誕生につながったのかもしれません。狩猟という同じ目的を持った人類が共同で生活し、その成功を同じ精霊に祈ることで仲間意識が育ち、共同体の絆は深まったかもしれません。ただしそうした共同幻想のようなものを共有するには、壁画で示すだけでは足りず、高度なコミュニケーションによって言語化することが必要だったはずです。そのように考えれば、高いコミュニケーション能力を獲得したホモ・サピエンスだけが仲間同士で宗教を共有し、結束を深めてサバイバルできた人類であると言えるでしょう。私たち現世人類の直接の先祖であるホモ・サピエンスが人族の中で唯一生き残れた種となれた、その理由を後期旧石器時代に生きた彼らの生活習慣から考察してみました。はるか数万年前のことであり、多くのものが失われていて、当然文字で残された記録もありません。遺跡からわずかに発見できた痕跡から当時の状況を推測するしかなく、この動画で紹介した内容も現代に生きる私たちが想像したものに過ぎないことをご承知ください。世界の古代文明の創始者は縄文人だったかもしれません。地球上で最も早く文明が起こったのは、いわゆる世界四大文明であり、これはエジプト、メソポタミア、インダス、黄河と4つの地域を指すものです。しかしその考え方は国際的に全く通用しないことをご存知でしょうか。世界では文明の創始をクレードル・オブ・シビゼーション、文明のゆりかごと呼んでいて、創始期の文明は数を特定などできないとするのが常識なのです。日本について言えば、中国文明の影響下で文明化した地域と言われてきましたが、近年ではその考え方も否定されています。アメリカの政治学者サミュエル・P・ハンティントンは著作文明の衝突において、世界の文明を8つの地域に分け、それぞれが独立して発展したとの説を唱えています。そして日本は日本文化という独自の文化であり、中国の影響下にはなかったとしているのです。2021年には北海道や東北にある縄文時代の遺跡群がユネスコの世界文化遺産に登録され、縄文文化の独自性や高度な技術力に対して国際的な評価が高まりつつあります。実は縄文文明こそが世界で最も早く起こった文明であり、世界中の名だたる古代文明は日本から移り住んだ縄文人たちが起こしたものだとする説があるのをご存知でしょうか。ここから先の動画では、中国の黄河文明と肩を並べるとされる長江文明、世界でも最早期の文明の一つとして知られるシュメール文明、南米アンデス地域に巨大帝国を作り上げたインカ帝国、これらの古代文明が実は縄文人たちが作り上げた可能性を探っていきます。今回は学校では習わない古代文明の創始者である縄文人について語ります。私たちのよく知る古代文明の創始者が実は縄文人だったというのならば、縄文人はそれほど優れた先進的な文化技術を持っていたということでしょうか。
世界遺産に登録された代表的な遺跡を紹介しながら、それを確認していきます。縄文時代を代表する遺跡といえば、青森県青森市にある三内丸山遺跡です。この地に何かしらの遺跡があることは、地域の人たちの間では江戸時代から知られていました。しかし本格的な発掘調査が始まったのは1992年、野球場を建築するための事前調査によるものです。調査により直径1メートルもある巨大柱の痕跡が6本も見つかり、前例がない大規模集落の遺跡だと判明。県は直ちに工事を中止し、周辺の道路整備も白紙撤回、遺跡の保全に力を注ぎます。縄文時代前期から中期末にかけて、約1500年もの長さにわたって存在していた集落であり、最盛期には500人近くの人口を抱えていた大規模集落であることが分かっています。遺跡の中で最重要の遺構が6本柱建物跡で、想定される高さが15メートルの巨大建築物です。けれども注目されているのはその巨大さでなく、柱の間隔、深さ、幅が統一されていることで、これは縄文人がすでに測量の技術を持っていたことを示しています。しかも長さには35センチの倍数が使われ、遺跡内の他の施設でも同じ事例が確認されているため、共通規格としての長さが共有されていた可能性すら示されているのです。さらに巨大柱は内側に向けて2度ほど傾けられていて、これは現在でも使われる内転びと呼ばれる耐震技術です。この六本柱建物跡一つとっても、この遺跡の文化技術の高さがお分かりいただけるでしょう。また施設内に建てられている縦穴建築物のうち、最大のものは長さが32メートルで幅は10メートル。この地に暮らしていた縄文人が想像をはるかに超える建築技術を持っていたのは確かでしょう。遺跡から出土した収穫物を調べたところ、それらは自然物でなく栽培されたものだと分かりました。栗やくるみなど木の実だけでなく、ごぼうや豆などの一年草も栽培されていたとのことで、狩猟採集だけに依存しない初期の農業栽培がすでに始まっていたことが分かっています。石器や土器も多数出土する中で、翡翠の大型大種も見つかっていて、日本の翡翠の産地が現在の新潟県糸魚川周辺であることから、三内丸山遺跡の縄文人が遠隔地との交易を行っていたことも証明されているのです。世界遺産に登録された遺跡には、他に世界最古の刀が発見された北小金貝塚や、遮光器土偶で有名な亀ヶ岡石器時代遺跡など、興味深い縄文時代の遺跡は他にもたくさんあります。このチャンネルの過去に公開した動画には、そのような高度な縄文文化を紹介したものがあるので、興味のある方はぜひそちらもご覧になってみてください。縄文時代の人々が想像をはるかに超える高い技術力を持っていたことは分かりました。しかしそのような高度な文明であれば、そのまま継続し発展していてもおかしくないはずです。他の土地へ移り住んで文明を築いたのだとすれば、なぜ彼らは住み慣れた地を離れたのでしょう。実はそこには日本列島の全土を巻き込んだほどの甚大な被害をもたらした災害がありました。それが赤穂屋大噴火と呼ばれる天変地異でした。鹿児島県の大隅の半島と大隅諸島の間となる大隅海峡には奇海カルデラがあり、 24×19km と 17×15km の楕円形の二重構造を持つ巨大海底カルデラとなっていて、有史以前から何度も巨大噴火を繰り返し、今も膨大な力を蓄えている活火山です。二重構造カルデラの内側は今から7300年前の縄文時代に起きた噴火の痕跡であり、この時発生した火砕流は屋久島や種子島を飲み込み、薩摩半島南部まで到達しています。噴火により発生した火山灰は約100万立方メートルとなり、偏西風に乗って東北地方まで届きました。赤穂屋とはこの時の火山灰により形成された地層を宮崎県の農家の人々がそう呼んでいて、層の厚いところでは1メートル近くの堆積が確認されています。直線距離で約700キロメートル離れた琵琶湖でも3から5センチメートルの層が確認され、広大な地域が灰に覆われました。特に南九州の被害は甚大で、この後600年から900年は森林が育たなかったとされています。この時期を境にして南九州では縄文時代の遺跡は消滅し、人骨の発見もないことから、この地に暮らしていた縄文人たちは他の地域へ移住したと考えられています。
もしかすると東北地方へ移住した人々がいて、後の三内丸山遺跡につながるような高度な文化と技術力を持った共同体を形成していた可能性はあるかもしれません。そしてこの時、一部の縄文人たちが海を越えて大陸まで渡っていき、移住したその地で古代文明を築いたのではないか、そんな説が唱えられているのです。しかし縄文時代の人々は大陸まで渡ることができる航海技術を持っていたのでしょうか。ここからはその点について考えていきます。今回の動画のテーマは、世界の名だたる古代文明の創始者が縄文人だったというものです。ここまで縄文文化は古代文明の礎になれるほどに優れたものであったこと、縄文人たちが未曾有の大災害に遭い故郷から離散を余儀なくされていたことも分かりました。しかし日本列島からはるか離れた大陸へ移住するにはかなり高度な航海技術が必要なはずです。文化的に成熟した人々とはいえ、縄文人たちはそのような高いスキルを身につけていたのでしょうか。縄文時代は約1万7000年前に創世期が始まったとされていますが、この話はそれよりももっと前となる現世人類が日本列島に渡ってきたと考えられている3万8000年前まで遡ります。日本列島の本州では3万8000年前の旧石器時代の遺跡がいくつか発見されていて、後の縄文人につながる現日本人たちはこの時期に日本列島に到達したとされています。当時地球は氷河期の真っ只中であり、海水の大半が極地で氷と化し、海水面はかなり低く、現在よりも100メートル近く海抜は下がっていたと考えられています。これにより現在の北海道とユーラシア大陸は陸続きになっていて、生物の往来が可能となっていました。しかしそれでも現在の本州との間となる津軽海峡は海であり、歩いて渡ることは不可能でした。朝鮮半島と九州を隔てる対馬海峡、沖縄から南西諸島に至るまでも海原が広がっていたとされています。つまりそれは3万8000年前に日本の本州地域に渡ってくるためには大陸から列島まで船で渡る技術が必要で、彼らはその航海技術を持っていたということです。さらに現世人類は日本に渡ってきてすぐに太平洋を渡り、石器の原料を取りに行っていました。静岡県の足高山麓には今から約3万8000年前の旧石器時代の遺跡が点在していて、そこから見つかった原料となる黒曜石は伊豆諸島の神津島が原産だと分かっています。本州側で黒曜石を水揚げする場所が静岡県河津町で見つかっていて、この場所と神津島との間は直線距離で約 60km となっています。しかもこの海域には時速 3km で絶えず海流が流れており、高度の航海技術がなければ渡れない場所です。そして一度や二度偶然にたどり着いたわけでなく、黒曜石を確保するため頻繁に往来していたとのこと。この航海技術があれば壱岐島や対馬を経由して朝鮮半島へ渡ることは十分可能です。これで縄文人が大陸へ渡り古代文明の礎を築いたという説の前提条件は整いました。ではここからは彼らが具体的にどのような古代文明の創始者となったのか見ていきます。長江文明とは中国の長江流域で起こった複数の文明の総称です。中国では長らく黄河文明が最初の文明と考えられていて、それが長江周辺にまで広がったとされてきました。しかし1970年代に入って発見された浙江省の兜遺跡により、長江流域には黄河文明と異なる独自の文明が発展していたことが明らかとなったのです。雑穀などを栽培する畑作中心だった黄河文明と対照的に、長江文明では主に稲作が中心となっていました。長江文明発見のきっかけとなった兜遺跡は紀元前5000年頃から4000年頃の遺跡となっていて、発掘調査を行ったところ、水稲のもみが大量に発見され、稲がすでに栽培されていたことを物語っています。ちなみに長江文明の宝刀山遺跡からは紀元前7000年頃のもみ殻が発見されていますが、田を耕す道具類が発見されていないため、現状では兜遺跡が最古の水稲栽培の例とされています。兜遺跡からはどんぐりや豆などの植物や鹿などの野生動物や魚も遺跡から出土していて、稲の栽培のほかに狩猟採集を行っていたと考えられ、さらに豚などを飼育していた痕跡も発見されています。遺跡からは稲作を行っている集落の特徴である高床式の住居跡が数多く見つかっています。
稲作を行う集落が建物を高床式とするのは、ネズミの食害から穀物を守るためでもあり、風通りを良くすることで水田の湿気で食べ物をカビさせないようにすることができたからです。弥生時代の日本でも高床式倉庫を使っていたのは、同様にネズミと湿気から米を守るためでした。カボト遺跡は新石器時代の遺跡ですが、石器の発掘は少なく、代わりに骨器が多く発見されています。骨器とは獣の骨を使って作った道具ですが、出土した約5000点の道具類のうち3000点以上が骨器でした。これはカボト遺跡のある地が温暖な気候で、森林が広がり狩猟できる動物が多かったこともあり、石よりも手軽に手に入る上、加工がしやすく長持ちするため、獣の骨を使ったと考えられています。骨は生活用具に加工されるだけでなく、笛にもなっていて、何らかの祭祀に使われた可能性があります。象牙に太陽と鳥をモチーフとした彫り物も発見されていて、原始的な宗教が始まっていたと考えられています。他にも収穫した米を煮炊きする陶製の釜なども発見されていて、長江文明が黄河文明にも引けを取らない独自の古代文明であったことが分かっています。このように独自の文化を発展させた長江文明が、移住した縄文人によって発展したとの説があります。この説には一体どのような根拠があるのでしょうか。詳しく見ていきます。古代中国において日本が和と呼ばれていたことは皆さんご存知でしょう。しかし、この和という名称は日本列島の国や人々を指していただけではない可能性があるのです。五感の王獣が表した論考の中に登場する周王朝に関する記述に、和人は不老荘を貢いだというものがあります。周王朝といえば、紀元前11世紀から紀元前3世紀頃まで続いた中国の古代王朝です。その時代からすでに和人は存在し、貢ぎ物を献上するような立場にあった人々だったようです。しかし、この和人は日本列島から海を越えて朝貢した人々ではなく、大陸に居住し共同体を形成していた人々であったと考えられています。中国の歴史書における和人の記述は、漢書地理史にある落老会中に和人ありが有名で、この記述が中国における最初の和の記述であると学生時代に歴史の授業で習った方が多いと思いますが、それ以前から和人がいたことが記述されていたのです。また司馬遷が記した史記には、周王朝を創設した武王の親族である太白が中央から地方に下り国を起こした際に断髪分身したことが記されています。断髪とは髪を切ることで、分身は入れ墨を入れることを意味する言葉です。太白は中央に戻らぬ意思を示すため、現地と同じ風習をその身に施したと言われています。三国志魏志倭人伝には和人の特徴が記されていて、断髪分身となっています。太白が建国した江後は長江下流の蘇州周辺を支配し、後の後になったとされる国です。これらの文献の内容は、長江周辺に暮らしていた人々が和人と同じ風習を持った同一民族であることをうかがわせるものになっています。これらの文献に登場する和人とされる人々が長江流域に移り住んだ縄文人の末裔なのか定かではありません。論考を記した王獣は五感の時代を生き、地方の役人を務めていて、良識のある人物と考えられます。大陸から離れた島国に和という国があり、自分たちとは違う民族がいたのを知っていたはずですし、長江流域に根を張って暮らしていた人々のことを論考の中で和人と呼んだからには、両者が同一の民族であることに確信を持っていたからではないでしょうか。そう考えると、長江流域に住んでいた和人が縄文人の末裔である可能性はぐっと高まりますし、和人が太白と共に後の後につながる江後を建国したと考えることもできるでしょう。ただ歴史学者の中に、逆に長江流域から古代の日本列島に移住した人々がいて、彼らが国を起こしたので両者を同一民族とみなし和と呼んだとの説を唱えている人もいます。いずれにせよ、長江文明は20世紀末に発見されたばかりで、まだまだ不明点の多い古代文明です。今後の調査発掘により、未知の部分が解明されるのを期待しましょう。現在のイラク南部のティグリス川とユーフラテス川に囲まれた地域はメソポタミアと呼ばれています。そのメソポタミアの南部はバビロニアと呼ばれていて、古代都市のニップルを境として
北側がアッカドと呼ばれる地域、南側がシュメールと呼ばれる地域となっています。このシュメールに住む人々が作った古代文明を今回はシュメール文明と呼称します。シュメール地方に古代文明が起こったのは紀元前5500年頃から始まるウバイド期の時代となります。この時期から用水路が発達して灌漑農業が本格的に始められました。その後紀元前3500年頃から始まったウルク期にニップル、ウルク、キシュなどの都市国家が登場。その後に見られる強固な社会階層がこの時期から築かれていったと考えられているのです。各都市の大きさは1平方キロメートルで2万人近い住民がいたとされる巨大都市が発展していました。こうした都市国家が後のアッカド帝国やウル第三王朝など強大な帝国の礎になったと言われています。シュメール人はくさび型文字を開発するなど高度な古代文明を作り上げた人々ではありますが、実はその出自については一切分かっておらず謎に包まれた民族とされているのです。彼らがいつどこからどのようにしてメソポタミア南部に移り定住したプロセスは現在に至るまで不明で、またシュメール人が最初のメソポタミアの住民であったか、それも明らかではありません。紀元前5500年前頃のウバイド期に彼らは大麦や小麦を栽培しつつヤギや羊を飼育する牧畜も行っていました。また後の大規模神殿につながるような神殿の建築もこの頃すでに始まっていました。彼らがそうした技術をどのようにして身につけ発展させたのか、解明不能のブラックボックスとなっています。このため古代におけるシュメール文明が別の惑星から来た高度な知識を持つ宇宙人によって作られたとする古代宇宙飛行施設を唱える人々も存在しています。シュメール文明と宇宙人を結びつける説を唱えたのは作家のゼカリア・シッチンで、シュメール神話に登場する神であるアヌンナキはニビルと呼ばれる惑星から来た宇宙人としています。シッチンはシュメール語を読むことができ、自説は古代の文献を根拠にしていると主張していますが、他の研究者がチェックしたところ、シッチンは古代の文献を恣意的に解釈していることが判明し、シッチンの言語学はアマチュアの領域とされ、自説を正当化するため歪曲していると批判されています。それではシュメール文明と縄文文明のつながりを指摘する説はどうなのでしょうか。2つの文化の類似性を探っていきましょう。シュメール文明と日本の類似性を指摘する説はネット上ではよく見られるものとなっています。例えばシュメールの宗教は自然を神とする多神教で王を神とみなすものとなっていますが、日本の神道も同じく自然を神とする多神教であり、天皇を神の子孫とする宗教で類似するというものです。また日本語では天皇を敬って表現する際にスメラミコトということがありますが、このスメラミコトがシュメールのみことを語源としているとする説があります。これは両言語における単語の共通性を指摘するものですが、シュメール語と日本語にはこの他にも似ているとされる点がいくつか指摘されているのです。シュメールのくさび型文字は漢字と仮名が混ざる日本語と同じ構造となっていることや、さらに膠着語という文法上の決まりに共通性があるとの指摘もあります。さらに日本神話の神が住む場所である高間ヶ原がバビロニアにあったとする説があります。この説の起源は江戸時代、五代将軍である徳川綱吉の頃に日本にやってきたオランダ人の医師で博物学者であったエンゲルベルト・ケンペルが唱えたものです。ケンペルは1690年から2年間日本に滞在し、精力的に資料を収集し日本について研究しました。また1691年と翌1692年の2度にわたり長崎の出島から江戸に向かい、将軍綱吉に謁見しています。そのケンペルが高間ヶ原はバビロニアにあった、日本人は遥か西方のその元凶から渡来した、これらの説を最初に唱えた人物だと言われているのです。しかしこのケンペルの説が注目されるようになったのは時代が下って大正時代に入ってからです。研究者の原田圭吾がケンペルの説に注目し、日本人の起源がシュメールにあると発表したのです。原田はシュメール語で平原を示す言葉がエディンであることから、シュメールの平原をエデンの園と例え、日本の祖先もここから移り住んだとの説を唱えました。他にも皇室の御印である菊花の紋と印がシュメールの遺跡から見つかっているなど、両者の共通点は数多く存在していて、
共通の祖先を持つ民族であると信じる人は少なくありません。このチャンネルではシュメール文明と日本との共通性に着目し、その点を深く掘り下げた動画も公開しています。よろしければそちらも合わせてご覧ください。では最後に、建国者が日本人だとの説が唱えられているアンデス文明のインカ帝国について見ていきます。南米大陸のアンデス地域における最初の人類の痕跡は約1万1000年前のものとされていて、紀元前5000年頃からは農耕や牧畜を行っていたと考えられています。ペルーの首都リマから北へ 200km ほどのスーペタニでの紀元前3000年頃のカラル遺跡の発見により、神殿や居住地域を持つ大規模な都市がかなり古代から発展していたことが分かっています。発掘された建築物は精巧な作りとなっているため、さらに古くから文明が発達していた可能性があります。紀元前800年頃にはアンデス北部にはチャピン文化、北海岸には精巧な土器を作るクピスニケ文化が発達、紀元前後から紀元700年にかけてはプレニンカと呼ばれるほど高度なモチェ文化が誕生していて、同じ時期にはあの地上絵で有名なナスカ文明も起こっています。そしてボリビアの高地では紀元前後頃から紀元400年頃にかけてティワナク文化が起こり、紀元1100から1200年頃まで続いた後、小国が乱立し覇権を争う戦いが続きました。ケチュア族のクスコ王国がこの戦いの勝者となり、広大な地域を支配下に収めるインカ帝国が誕生します。インカ帝国は複数の小国を平定させて成立したため、文化や言語が入り乱れる多民族国家でした。国内は4つの州諭と呼ばれる州に分けられ、それぞれの州諭には皇帝の血族が長として任命されました。インカ帝国の本来の国名はこの4つの州諭を意味するタワンティン州諭であり、インカとは本来王を意味する言葉でしたが、スペイン人に御用されたまま現在に至っています。スーユはさらにワマンに、ワマンはさらにウニに区分され、各地方には会計を務める管理も置かれ、かなりしっかりとした行政組織が作られていたことが分かっています。インカ帝国といえば文字を持たなかったことが知られていますが、文字もなく広大な帝国の領土を地域ごとに細かく分割された行政組織をどのように管理していたのでしょうか。インカ帝国では文字の代わりにキープと呼ばれる縄の道具を利用していました。キープは太さや色が異なる縄の集合体で、縄の形状や結び方の違いでそれぞれの数字が表現されていました。結び目という玉を使って数値を表現するのは日本のそろばんと発想が似ていて面白いです。キープは帳簿による記録と同等の機能を持っていて、帝国の税収記録として利用されました。そしてキープはキープカマヨックと呼ばれる管理者により厳重に保管されていたとのことです。このように高度で成熟した支配体制を確立していたインカ帝国ですが、実はインカ帝国の創設者が日本人であったとの伝説が現地で語り継がれているのをご存知でしょうか。インカ帝国の版図を飛躍的に拡大させたのは第9代皇帝であるパチャクテクなのですが、この皇帝の末裔と言われる一族が存在していて、その代表であるミゲル・アンヘル・トレス・チャベス氏が一族に語り継がれてきた伝説としてインカ帝国を建国したのは日本人であると証言しています。さらにチャベス氏はインカの王族は彼らだけが理解できる言葉で話していたとして、それが日本語であった可能性があるとも証言しているのです。にわかには信じがたい話ですが、現地のしかも皇帝の末裔とされる人物の証言ですから信用性が高いと考えていいのではないでしょうか。インカ帝国の創始者が日本人だったと主張する現地の人はチャベス氏だけではありません。1912年から10年間にわたり日本駐在ペルー大使を務めたフランシスコ・ロワイサ氏もその一人で、言語学者でもあったロワイサ氏は著書マンコ・カパックインカ帝国の創始者は日本人だったで、インカ帝国初代皇帝のマンコ・カパックが実は日本人であると主張しているのです。またロワイサ氏はマンコ・カパックの名に日本語のマナコとカッパを当て字し、書籍の表紙もこのロワイサ氏の主張を採用したデザインとなっています。正直日本人からすればありえない名前ですが、言語学者らしいユニークな視点と言えるでしょう。こうした皇族の末裔や研究者の主張だけでなく、科学的な側面でも日本とのつながりを見ることができます。人間の遺伝子の分類方法の一つにハプログループと呼ばれるものがあるのですが、
日本に存在するハプログループがインカ帝国があったアンデス地域の南米沿岸部でも見つかっています。他にも主に日本で確認されている ALT ウイルスがアンデス高地でも見つかっているばかりか、この地域で発掘された1500年前のものとされるミイラからも検出されているのです。またエクアドルにあるバルディビア遺跡から発掘された土器はその特徴が縄文土器に似ているとされ、スミソニアン研究所のクリフォード・エヴァンス博士が詳細に分析した結果、博士は縄文土器を作る職人の技術が海を渡ってエクアドルに伝えられたとの結論に至りました。インカ帝国と日本とのつながりを暗示する遺物や科学的な検証はこの他にもあります。アカホヤ大噴火により日本列島から南米大陸まで縄文人たちが海を越えて移住を果たし、その末裔たちがアンデス地域で国を起こして後のインカ帝国につながった可能性を考えてみました。今回は世界に存在する古代文明の中で日本列島から移り住んだ縄文人が影響を与えた可能性を見てみました。いずれの古代文明も不明な部分が多いもので、確かなことはわからない状況です。はっきりと確証の得られる歴史的な証拠はないため、荒唐無稽な空想とされても反論はできません。しかし単なる神話上の伝説と思われていたトロイア戦争を事実と信じ、遺跡を発見したシュリーマンのように、事実とは思われない話の中にも何かしらの真実性を見出そうとする姿勢は大事なのかもしれません。今回は世界の名だたる古代文明が実は縄文人が創始者だったとする説について語りました。忘れ去られた歴史書に記されていたのは古代日本にまつわる衝撃の真実でした。天皇の命によって8世紀に完成したとされる古事記と日本書記、しかしこれとは全く別の内容の本当の古代日本の姿を記した文献が歴史の闇に埋もれ消し去られていました。8世紀の前半、奈良時代の日本では古事記と日本書記という歴史書が相次いで編纂されました。古事記の成立の事情には諸説ありますが、日本書記の方は日本最初の正史、すなわち国家によって編纂された正当な歴史書とされています。しかし、この古事記、日本書記、いわゆる記記に記された歴史とは全く異なる内容を記した歴史書が実はいくつも見つかっています。長い歴史の中でその存在を消し去られ、忘れられてしまったそれらの書物には一体どんなことが書かれていたのでしょうか。今回は日本の歴史を覆す数々の古代文献、古史古典の衝撃の内容に迫っていきます。古事記と日本書記は扱っている内容に様々な違いがありますが、アマテラスの子孫が日本を統治するため地上に降りてきた天孫降臨以前の記述で共通する部分は概ね次の通りです。イザナミとイザナギという兄弟の神が協力して日本の国土を生んだ後、アマテラス、ツクヨミ、スサノオという三兄弟の神を生みます。乱暴者のスサノオは姉のアマテラスを困らせて高間ヶ原という天上世界を追放された後、地上に降りてヤマタノオロチという怪物を倒します。そしてそのスサノオの子孫である大国主が地上を統治していたのですが、そこへアマテラスの使いがやってきて国を譲るように迫り、大国主がそれを受け入れ、アマテラスの孫のニニギノミコトが地上に降り立ち、それ以降その子孫の天皇家が地上を統治していくことになります。これが古事記と日本書記に記された神話の部分の共通する内容なのですが、一方で内容だけを見ても古事記は大国主などの出雲神話により多くのボリュームを割いている点、また日本書記は古事記にはない除名天皇から持統天皇までの内容も含んでいる点など多くの違いがあります。実は記記とは異なった内容の歴史を記す歴史書が日本には数多く存在します。それが古史古典と呼ばれる一連の文書で、これは日本書記などいわゆる正史と呼ばれる歴史資料とは大きく異なった内容を伝えています。古史古典は現代まで30種ほどが発見されていますが、学会からは偽書、すなわち本当にその書物が言っている通りの時代や作者によって書かれたわけではないものとして扱われ、きちんと顧みられていないのが実情です。多くの古史古典は奈良時代以前の日本の仮名遣いを無視して書かれていたり、漢字伝来以前に日本で使われていたとされる
詳細不明な人代文字によって書かれていたり、あるいは個人に所有されているため資料検証ができないなどの理由でこのような扱いを受けているのです。一方で日本の正史、すなわち正当な歴史書とされる古事記や日本書紀はどちらも8世紀の朝廷によって国家の意図に基づき編纂されたものとされています。古事記序文によれば聖徳太子と蘇我の馬子が編纂した定期や旧字といった歴史書が吉祀の変によってほぼ失われてしまったため、天武天皇がそれに代わる歴史書として編纂を命じたものとされますが、これには異論もあります。その古事記序文にはこのように書かれています。定期を選録し、くじを投格して今日削り実を定め、後の世に伝えむと思う。すなわち定期や旧字の内容を厳選して嘘の内容を削り、真実を見定め、後の世に伝えたいと思うということです。日本書紀に関しては西暦681年に天武天皇が川島の皇子ほか12人に対して、それまでに成立していた歴史的資料である定期や上古の所持と呼ばれる諸々の資料を編纂するよう命じたと伝えられており、これが日本書紀編纂のきっかけであると考えられています。これに対して古史古伝は各地の豪族などが伝えてきたものであり、古事記や日本書紀の編纂の際に選び出されず、あるいは削られてしまった内容も伝えているという意味で、これらは価値が高いと言えるのです。ここからは主な古史古伝の由来やその内容についてご紹介していきます。竹内文書は富山県富山市にあった高祖高大神宮の宮司の家系である竹内家に古伝の形で継承されてきたものです。この竹内文書の特徴は、文書とは言いながら文献資料だけでなく経図や剣、鏡などの器物も含んでいることで、その数は数千点に上ります。またこの中にはなんとイエス・キリストの遺書や遺骨、ムー大陸がまだ存在した時代の地図などといったものも含まれているといいます。竹内家は竹内の宿根の子孫でもあります。竹内文書はこの竹内宿根の孫であるへぐりのまとりが、もともと人代文字で記されていたものを漢字カタカナ混じりに訳したものであるとされており、その写本が現代まで伝わっているものです。この竹内文書は1928年竹内清麿という人物によって公表されたものです。彼はこの文献を伝えてきた竹内家の養子となった人物で、これを経典の一部とした天津経を起こしています。内容的には神武天皇以前に会津朝と呼ばれる73代の王朝、そしてそれ以前に上古25代と呼ばれる王朝が存在したとされているほか、イエス・キリストは十字架にかけられそうになった際、弟を身代わりにして生き延び日本にやってきたなどという記述があります。さらにこの文書には200億年以上前に神々により天と地が生まれたこと、超高度な人類の文明が栄えたこと、ある神の兄弟たち巫女たちが世界に散らばって全世界の民族の祖となったことなどが記されています。さらに古代の天皇が UFO に乗っていたという驚くべき記述もあります。竹内文書によれば、太古の昔天皇は雨の浮き船と呼ばれる空飛ぶ船で日本各地および全世界を巡行していたと言われており、その天皇の神殿のあったとされる富山県のとんがり山という山は、実際に UFO の目撃例の多い場所として知られています。ここに書かれていることが本当であれば、日本が世界の文明の発祥であったということになるほか、人類文明には200億年という途方もない長さの歴史があったことになります。しかしその壮大な内容に反して、この竹内文書は不遇な扱いを受けてきました。かつて1万人以上の信者を獲得していた竹内清麿の天津経は、この竹内文書の思想に基づいた日本国の再興を活動の目的に掲げていましたが、政府による弾圧、そして終戦後も GHQ による解散命令を受けて、1952年にようやく宗教法人として復活しています。このように壮大な歴史観によって書かれたこの竹内文書そのものも、終戦前の弾圧の際、その内容が不敬罪にあたるとして当局に原本が押収され、なんとそれが東京大空襲で失われてしまうのです。ただ未発表のものが今もどこかに封印され、
伝えられているとも言われています。これはこの世の始まりから終わりまでの全ての出来事や思考、感情を記したアカシックレコードを文書の形にしたものとも言われ、超古代文明の研究家たちからもその内容は注目されています。この竹内文書には世界に散らばっていった神々の弟や妹、子供たちなどの名前が、天竺、ヨーロッパ、アフリカ、ボストン、ニューヨーク、ヨハネスブルクなどの地名の由来になったという記述があるのですが、少なくともボストン、ヨハネスブルク、ニューヨークはかなり新しい地名で、これが書かれたとされる時代と明らかに矛盾します。ただ大本教の教祖である出口鬼三郎はこれを信ずべきところもあり事実もあるとして、その価値を認めているのです。宮下文書は富士山麓の御室浅間神社の宮司家である宮下家に伝わっていた古文書です。宮下家にはあるものが家宝として伝わっていましたが、中身を見た者は誰もいませんでした。中身を見たら目がつぶれるという言い伝えがあったからです。江戸時代、宮下家が火災に見舞われた時、その家宝だけは不思議なことに焼け残ったと言われています。そして明治時代に至り、人々は目がつぶれるという伝承を徐々に疑うようになりました。そしてついに中を確認したのです。そこに入っていたのが、秦の始皇帝の命で日本に不老不死の薬を探しに来たと伝えられる徐福が漢文に訳した古代の文書だったのです。以来これが宮下家に受け継がれ、宮下文書と呼ばれています。実は古事記には不自然なことに富士山の記載がありません。これに対して富士山を中心とした歴史観によって書かれたのが宮下文書なのです。こちらで注目すべき内容は富士高間ヶ原王朝についての記述です。富士高間ヶ原王朝というのは神武天皇よりもはるか昔の時代、富士山麓に起こった王朝とされ、今から9000年前に古代ペルシャに降り立った神々が6400年前日本にもやってきて、富士山麓を世界の中心とし築いた王朝であるとされています。高い文明を持ち繁栄したこの場所は高間ヶ原と呼ばれましたが、51代続いた後、その末裔である神武天皇が新王朝としての天皇家を現在の奈良県にあたる土地に建て、これにとって変わられたと言われています。王権を奪われた後も富士山麓の国家高間ヶ原は続いていましたが、ついに富士山の大噴火によって滅びてしまったとされます。さらにこの宮下文書には秦の始皇帝の命で不老不死の薬を探して日本にたどり着いたと言われている徐福が自ら書いたものであるとされる箇所が多々あります。宮下文書に書かれていたことが事実であったとしたら、天皇家よりはるか以前、富士山を中心とした国家が日本に存在したことになります。さらに危機においては2700年程度とされている日本の歴史が6400年と大幅に古いものになります。ただこれも助詞の使い方などから幕末の時期に成立したものであるとされており、義書として扱われています。しかしそれはそれとして、この宮下文書は富士山研究のための貴重な資料とされる場合もあります。他の歴史資料には記されていない富士山の噴火に関する記述が多くあるため、富士山がこれまでいつ噴火したのかを研究するための資料として注目されたのです。またこの宮下文書は20世紀末の日本のテロ事件であるオウム真理教事件にも影響を与えました。オウム真理教が掲げた終末思想は、教祖である朝原昌光がこの宮下文書に出会ったことから着想を得たものとされています。上津文は13世紀文後国の守護職にあった大友氏によって編纂されたもので、神代から神武天皇までの歴史が扱われており、豊国文字という神代文字で記されています。この上津文は宇賀谷吹会津王朝について扱っているのが特徴です。宇賀谷吹会津王朝とはかつて存在した古代王朝であり、古事記日本書紀においては神武天皇の父親として描かれる宇賀谷吹会津の命が開いた王朝であるとされます。上津文においては宇賀谷吹会津が王朝を開いた後、それが74代にもわたって続き、後に神武天皇が生まれるということになっています。ここに記された神話の内容は危機と似通った部分も多いのですが、上津文の方がはるかに細かく詳しい描写がなされています。
さらにこの上津文は、日本がカラシナ国やオロシといった外国に侵略されたという内容を含んでいます。危機には存在しないこれらの描写は、為政者にとっては都合の悪い内容です。しかしそれを残しているという点で、上津文というのは公平で真実性の高い描写に努めているということができるのです。この上津文は大友家に伝わっていた大友盆とは別に、宗像家に伝えられていた宗像盆も存在します。この上津文は日本の各地をさすらっていた放浪民である、三家の伝承と類似するところが多くあり、関連が示唆されています。この上津文は原本が神代文字で書かれていたこと、さらに国粋主義の宣伝の材料として軍人や政治家たちの注目を浴びてしまったことから、学会では義書として扱われています。次にご紹介するのが九上文書です。この九上文書は織田信長に仕えた伊勢水軍の家系として知られる久喜氏の祖先である雨の小屋根の御事の時代に記されたものを、藤原の不人が漢字表記にしたものとされ、以降久喜氏に伝わってきたものです。この九上文書の存在を大々的に世の中に知らしめたのが、三浦一郎の九上文書の研究です。三浦は昭和15年頃、久喜家の末裔である久喜子爵の屋敷に忍び込み、そこにあった文献を整理し、九上文書の研究と題して出版しました。しかし肝心の九上文書の原本の方は昭和20年の空襲で焼けてしまったと伝えられています。上津文、竹内文書と同様、この九上文書も73代続いた宇賀屋吹会津王朝を扱っています。この九上文書に特徴的な内容としては、天照の父親をスサノオとし、出雲にあったと主張される出雲王朝を天皇家につながる正当な王朝としていることです。すなわちこの九上文書の中では、天照ではなくスサノオが天皇家の祖先とされているのです。さらに日本とユダヤの深い関係についても記述があることが特徴です。この九上文書に従えば、モーセや釈迦、イエスなども日本の神々の子孫ということになります。このような真実の歴史がこれまで隠されてきたのは、九上文書によれば聖徳太子が本当の歴史を改ざんしたからであるとのことです。さらにこの書によって、大本教の出口鬼三郎が霊感を得たともされており、大本教にも多大な影響を与えています。おそらくはこのような危機神話からあまりにかけ離れた荒唐無稽とも思える内容から、さらに内容や表現の手法からも、この九上文書は近代になってから執筆されたものと考えられており、義書として扱われています。1966年、東京神田の古書店においてその一部が発見され、後国立公文書館などからも官本が発見されたのが発末耐です。現在見つかっているものは江戸時代の写本とされ、これは三輪氏の家系に代々引き継がれてきたものが元になっていると言われています。発末耐は縄文時代から景行天皇までの歴史を記した歴史書であるとされ、三輪氏の始祖である大畳猫が編纂したと言われています。これは景行天皇の御子であり、危機神話の中でも英雄として扱われている大和尊の御子がその遺言によって父景行天皇に献上するよう命じたものです。発末耐には古代の日本の文化や歴史が全て五七調で記されており、いわば叙事詩とも言うべき文献となっています。さらにそのボリュームも圧巻で、古事記や日本書紀の倍の分量があります。天地開闢から景行天皇の時代までの歴史のほか、三種の神器やその意味について、刑法について、また国の統治の方法について、日本の国号の移り変わりについてなど、日本という国そのものの発祥に関わる内容のほか、結婚の方法や禊の方法、正しい食事の仕方といった古代日本の風俗についても詳細に扱われています。この他にも暦や祭祀、鳥居の意味、宇宙と人との関係など、宗教的な内容や天文学的な知識などにも幅広く言及されています。この発末耐こそ古事記や日本書紀の元になった文献であると言われており、その場合当然ながらそれらより古いということになります。さらに日本の国や日本文明、
そして縄文時代から始まる諸々の風俗についての記述といった日本の発祥に迫る多くの貴重な資料が収められているのです。この発末体は江戸時代の義書であるという見方が一般的です。写本が現れ始めたのが新しい時代になってからであり、どんなに遡っても江戸時代中期までであるというのです。また大田種子を編纂者としている点にも問題があり、彼は第10代崇神天皇の時代の人物とされているため、第12代景行天皇までの歴史を編纂できるのかというのは疑問視されています。さらに現代の日本語の母音は5つですが、古事記や日本書紀は8つの母音が使われていたとされており、にもかかわらず発末体の日本語には5つの母音しか見られないというのが、これが義書とされている理由の一つです。ただこれに関しては反論もあり、当時はすでに母音が5つになっているが、朝鮮半島からの帰化人である大野安丸が古事記の編纂に携わったことで朝鮮語の8母音が反映されたのだという主張もなされています。津軽外三軍史は日本の北東北地方にフォーカスして書かれた歴史書です。1948年、古物商をしていた和田喜八郎という人物が自宅を改装していたところ、天井裏から大量の古文書が落ちてきたといいます。これこそが津軽外三軍史を含む和田家文書です。和田喜八郎によると、これらの文書は18世紀から19世紀にかけて彼の先祖にあたる和田義継が睦国三春城主の義理の息子である秋田則末と共に編纂したもので、彼らは日本全国を回って収集した内容をまとめたものであるとされています。彼らの足跡は海外渡航が禁じられていた時代にありながら、中国やシベリア、そしてエジプトまで及んだといいます。ここに書かれているのは、東北地方に大和王権とは別の古代王朝が栄えていたという内容です。紀元前7世紀、畿内には阿彦と長曽彦という兄弟の治める邪馬台国が繁栄していましたが、九州の氷室にいた氷室家族が卑弥呼という巫女に率いられ畿内を制圧、邪馬台国の生き残りは東北地方に逃れ、そこでツングース系の坪家族、大陸にあった新王朝の動乱を逃れてやってきた人々などが混血し、アラハバキという神を信仰するアラハバキ族と名乗って繁栄したのです。この内容に従えば、東北地方に大和とは別の古代王朝が繁栄していたことになります。また邪馬台国は畿内にあり、卑弥呼は邪馬台国ではなく卑弥呼の女王であったことが明らかとなります。和田喜八郎はこの津軽外三軍史を地元の自治体に提供し、公的な刊行物になって公表されました。しかし一般に知られている神話や歴史とあまりにかけ離れたその内容は激しい論争を呼び、当時専門家も義書であるとする人と本物であるとする人に分かれて論争を行ったため、ますます話題を呼びました。津軽外三軍史は和田が原本の発表を拒んだこと、紙を古紙のように見せかける薬剤が和田の自宅から発見されたこと、さらにこの和田家文書は明治時代から天井裏に隠されていたと主張されていたのですが、和田の自宅は1941年に建てられたものであると発覚したことなどから義書とされ、これは古物商だった和田が骨董品の売買の際、偽の歴史書を利用しようとしたのだと推測されています。また津軽外三軍史には20世紀になって発見された冥王星の知識や、近代になってから登場した天文学用語である光年という言葉が登場しています。しかし一方で、これだけの内容を書くには非常に豊富な知識、そして膨大な資料の活用が求められる反面、和田自身は高等小学校卒であり決して裕福でもなかったことなどから、裁判では和田氏による義書ではないという判断がなされています。このように義書であるという主張の根拠に対しても根強い反論があることから、この津軽外三軍史が何かしらの真実を含んだ書物であるという可能性も大いにあるのです。古事記序文では、その編纂開始の経緯に関して以下のような天武天皇の言葉が紹介されています。聞くところによると、それぞれの家に伝えられている歴史はすでに真実と違い、多くの嘘も混じっている。今この誤りを正さなければやがて事実は消え去ってしまうだろう。これは国の政治の根本的な重要事項である。当時東アジアの国々では
活発に歴史書の編纂が行われており、新羅、高句麗なども6世紀から7世紀にかけて国家事業としての歴史書が作られています。また隋から唐に中華王朝が交代する際、唐が各国からの使者に対してその歴史を問いただしたという記録があり、このように巨大な統一王朝である隋や唐と対峙したことも、日本を含めた東アジアの国々が自国の歴史というものに向き合うきっかけになったと考えられます。さらに当時の日本は蘇我氏による身勝手な政治と、それに対して天皇の権力を確立するための一子の変、すなわち蘇我入鹿暗殺事件、そして壬申の乱、白村江の戦いの敗北といった国を揺るがす多くの出来事が起こる動乱の時代でした。それが天武天皇が壬申の乱に勝利したことによって、どうにか再び平和を取り戻したばかりというところだったのです。ここで日本の統一的な歴史観を提示して、皆の心を一つにすることで、より強固で安定した国づくりをしようとしたことが、古事記や日本書紀の編纂の動機だったと考えられます。一方で、古史古典は偽書であるという主張は学会の主流となっていますが、しかしここには、危機の編纂の際にやむを得ず削られた、各豪族の歴史などが残されていると考えることもできるのではないでしょうか。何度もお話したように、学会の主流の説としては、竹内文書や宮下文書、上津文などの数々の古史古典は偽書とされており、その内容は荒唐無稽な作り話であると一般的には考えられています。確かに近世以降に使われ始めた言葉や、古代には知りようのなかった知識が使われていたりなど、古史古典をそのまま古代の文献とみなすことは難しいでしょうが、古代から交渉で伝えられてきた内容が近世以降に文字にされたために、そのような記述になったという可能性は大いにあります。そして実際に宮下文書の富士山の噴火の記録など、危機には収録されていない貴重な資料も古史古典の中に残っているのです。そして古事記序文の中で、天武天皇自らが述べているように、危機の編纂の中でその中に盛り込まれなかった歴史があることは確かなのです。危機には載せられなかった真実の歴史が含まれていたかもしれない数々の古史古典、荒唐無稽な話ばかりと思われがちな一方で、そこには長い歴史の中で滅びてしまった人々の貴重な記録が現代まで残されているのかもしれません。今回は本当の日本の歴史を記した古代文献古史古典について語りました。日本人のソウルフードとしてみんなから愛されているお米、そんな私たちの主食であるお米が日本国内の争いの歴史の引き金になっていたとしたら、どう思いますか？日本で最古の戦争は弥生時代に始まったと考えられています。その弥生時代に我々の祖先は稲作を始め、お米を主食とする暮らしも始めています。つまり稲作と戦争がこの国で広がり始めたのは全く同じ時期。これはただの偶然なのでしょうか？いいえ、一見すると無関係と思われる両者には実は密接なつながりがあったのです。今回は学校では教わらない弥生時代の戦争の幕開けについて語ります。現在私たちは平和で幸せな時代を生きていますが、第二次世界大戦が終結して80年ほど過ぎただけで、あの時代の悲惨な戦争体験を持っている人はまだたくさんいます。実は日本の歴史は戦争の歴史といっても過言ではなく、平和で穏やかな時代の方が少ないのです。古代においては力を持った豪族が乱立して争いを繰り返していて、その中から大和王権が誕生し、徐々に豪族たちを従えていきました。古墳時代から飛鳥時代にかけて、中央政権は国家としての体制を整えていきますが、豪族同士の覇権争いや政権内での権力争いによる戦争は後を絶ちませんでした。奈良時代に入り、大和朝廷は律令国家の体制を整え、強固な軍事組織を確立していきます。これにより政権に不満を持つ貴族の反乱が起きても、短期間のうちに平定できるようになりました。またこの時代、東北から北海道には朝廷に従わない恵美氏と呼ばれる人々がいて、彼らを中央政権に従わせようとする恵美氏政党の戦いが繰り返されました。中世になると武装集団である武士の台頭が始まり、日本国内において戦争による混乱はさらに激しさを増していくこととなります。中央から皇族の血を継ぐ貴族が地方に赴任し、
現地の有力者と結びつきを深め、武力を持った集団として力を持つようになっていきました。この後、彼ら武士の勢力争いによる混乱が続き、日本国内で戦争が頻発する時代に突入します。征夷大将軍を頂点とした幕府が設立されるなど、武力に頼らない政治による統治が試みられましたが、最終的に江戸幕府が成立する近世の17世紀まで血で血を洗う戦いの歴史が繰り返されたのです。古代から近世まで1500年近く続いた日本の戦争の歴史、幕開けとなったのはさらに前の戦死時代、稲作が広まった弥生時代の頃と考えられています。諸説あるものの、日本の弥生時代は紀元前5世紀頃からとされていて、だとすれば日本の戦争の歴史はさらに長いものとなっていきます。しかし、なぜ稲作の始まりが戦争の始まりと結びつくのでしょうか。稲作は水田でお米を育てて収穫する作業であり、まさにスローライフそのもの、とても穏やかな暮らしのイメージで、戦争とは全く無縁としか思えません。しかし、お金と考えるとどうでしょうか。お金をめぐって血生臭い争いが起きるのは悲しいかな、よくある出来事です。それが大きく発展すれば組織同士の抗争や戦争につながることもあるでしょう。そして、日本でお米はお金に等しい存在として扱われてきました。大名の勢力は石高で表されますし、江戸時代の武士の給与はお米で支払われています。お米を持つか持たないかの差がそのまま貧富の差となる社会でした。お米イコールお金であり、それをめぐって戦争が起きても不思議ではありません。日本人のお米に対する執着が生まれたのが、稲作の始まった弥生時代に起源があるのではないか。収穫量の違いから来る貧富の差や収穫物などの奪い合いが戦争の始まりと考えられています。それ以前の縄文時代も人々は狩猟採取して暮らし、収量の違いもあったと考えられますが、不思議と彼らが奪い合いで組織的な戦争をした痕跡はこれまで発見されていません。このため、縄文時代に戦争はなかったとする意見が大勢を占めています。ではなぜ縄文時代になかった戦争が弥生時代に起きてしまったのでしょうか。2つの時代の違いについて見ていき、戦争の始まりについて考えてみます。皆さんは縄文時代と弥生時代の違いというとどんなことを想像しますか。2つの時代の違いは、狩猟採取しながらの移動生活と農耕を行う定住生活との違い。これにより縄文時代と弥生時代を区分する考え方が主流です。しかし、近年の研究で、従来は農耕が行われていなかったとされる縄文時代晩期にすでに稲作が始まっていたとみられる遺跡も発掘されていて、2つの時代の区分方法はかなり曖昧なものになってきています。時代区分の方法については諸説ありますが、狩猟採取生活から農耕生活へ、人々の暮らし方に大きな変化が生まれたのは確かなことです。そして、このライフスタイルの変化がこの日本に戦争の芽を生む原因となったと考えられています。1万年の長きにわたって続いた縄文時代ですが、その遺跡からは戦争の痕跡は発見されていません。人為的な外傷がある人骨は見つかっていますが、個人間の争いか小規模な争いであって組織的な戦争によるものではないとされています。縄文時代が始まる1万年前頃には、地球を寒冷化に導いていた最終氷期が終わり、気候は徐々に温暖になっていき、植物由来の食べ物が手に入りやすい環境になっていって、また海面上昇によって入り江が形成され、海産物も取りやすくなったとされています。さらに、縄文時代の人口は多い時でも日本全国で25万人ほどだったとされ、人口密度で言えば100平方キロメートルに100人から300人だったと考えられています。温暖な気候で豊富な食料が手に入り、人口密度が低く他の集団と遭遇する機会も少ない、そんな環境であれば、あえて他の集団と争いを構える必要はなかったと想像できます。ところが、縄文時代の晩期になると再び地球の寒冷化が始まり、狩猟採取で食料を手に入れることが厳しくなっていきます。このことが戦死時代の日本において食料確保の手段が狩猟採取から農耕へシフトした一つの引き金になったのではと推測されています。とはいえ、日本全土で急にライフスタイルが変化したわけでなく、稲作を主体とした農耕定住生活が縄文時代晩期から時間をかけて広がったとされています。現在発見されている最も古い稲作の遺跡は佐賀県唐津市にある名畑遺跡で、
およそ2500年から2600年前とされる水田の跡が見つかっています。そして青森県弘前市にある砂沢遺跡からは紀元前3世紀頃の弥生時代前期の水田跡が見つかっていて、この頃には本州全域に稲作が伝わっていたと考えられています。弥生時代における日本の水田は一つの区画が5平方メートルと小規模で、それを数百から数千の単位で集合させて水田地帯を形成していました。弥生時代の遺跡で有名なのは静岡県静岡市にあるトロ遺跡ですが、ここでは約8万平方メートル、東京ドーム 1.7 個分の広さの水田跡が見つかっています。こうした広大な面積の水田を作り、そこで稲を育てて収穫するには多くの人間が組織的に動く必要があったでしょう。さらに稲を栽培する人員だけでなく、水田に水を引くには灌漑設備であったり、水を確保するためのため池を作ったりするなど、工事に携わる人員も必要でした。さらにそうした人々を指揮し統率するリーダーが存在したと考えられます。人間が一つの共同体を形成し、指導者が立って統率していく、そんな社会構造が弥生時代に形成されていったと考えられています。人類が社会的に進歩し文化的に発展したとすれば素晴らしいことだと思いますが、しかしその一方で大規模で組織的な戦争もこの時期に始まったと見られています。鳥取県鳥取市にある青谷上寺地遺跡からは、鋭い武器で切られた殺傷痕が残る人骨が一箇所からなんと100体以上も発見されました。かなり凄惨な戦闘が行われたと想像でき、その残忍さに背筋が寒くなりますね。すでにお話しした通り、縄文時代の遺跡からは戦争の痕跡は発見されておらず、そうした痕跡は弥生時代から見ることのできる特徴となっています。稲作の文化が広まり、人々が集団で定住する社会を形成した結果、大規模で組織的な戦争が始まったことを意味していると考えられますけれども、なぜ稲作の開始が戦争の発生につながっていくのでしょうか。収穫量の違いから持つものと持たざるものの差が生まれ、奪い合うことから争いが生じ、それがやがて戦争に発展するのだとしたら、縄文時代に起きても不思議ではありません。縄文時代の日本人が食べていたのは狩猟による獣の肉や採取した木の実などでした。何らかの事情で十分な食料が確保できない日もあったかもしれません。寒冷期に環境が激変してしまった時期は別として、十分に食料がある自然環境であれば、日を改めたり狩り場を変えたりすればまた食料を確保できる可能性があります。あえて別の集団を襲って食料を奪うようなリスクを取るよりも、ずっと安全で可能性に満ちた未来を選択できたはずです。しかし、食料の大半をお米に頼るようになった弥生時代ではどうでしょうか。お米を栽培して収穫できるのは1年に1度です。共同体が生存するに足りるお米が収穫できなかったとしても、再び収穫できるのは来年。自分たちが生き延びるために他者から奪うという考えに行き着いても仕方ないかもしれません。当時の人々の気持ちは想像するしかありませんが、時代が下るにつれて戦争は激化していき、当時の日本に戦争による混乱が広まっていったのは確かなことです。それでは次に、そんな戦争による混乱が広まっていた当時の日本で他者からの侵入を防ぐ目的で作られた環濠集落について見ていきましょう。環濠集落とは周囲に堀を張り巡らせた集落のことで、弥生時代に本州全域に作られました。佐賀県にある有名な吉野ヶ里遺跡も環濠集落の一つで、最盛期には 2.5km もの環濠が整備されていたそうです。こうした環濠集落のルーツは中国にあるとされていて、湖南省の長江中流にある宝刀山遺跡から約8000年前のものと推定される環濠集落の跡が発見されていて、まだ発掘調査の途中ですが、水田での稲作の遺跡と考えられています。水田と環濠集落はかなり古い時代から一つのものだったようで、日本に稲作が伝来した際に環濠集落の作り方も伝わったとされています。こうした日本での環濠集落の広がりには争いの激化という背景があり、それだけ強固に防衛体制を取らなければならなかった事情があったのでしょう。この時代の環濠集落として有名なのは愛知県稲沢市にある朝日遺跡で、柵や欄杭などの防御設備が日本で初めて発見された弥生時代の遺跡です。現在朝日遺跡の上にはキオスジャンクションが建設され、当時の姿は残されていません。トロ遺跡や吉野ヶ里遺跡に匹敵する貴重な遺跡でしたが、
保全活動は行われませんでした。ただ建設前に大規模な発掘調査が行われていて、貴重な出土物が保管されています。同じ清須市内には県立の愛知朝日遺跡ミュージアムが建てられていて、出土物が展示され王子の姿を忍ぶことができます。この博物館で特に目を引くのが最盛期の朝日遺跡を再現したジオラマで、当時の人々がどのような暮らしを送っていたのかがよくわかる作りとなっています。また環濠集落の軍事施設としての側面を紹介したジオラマもあり、柵や酒もぎ、ラングイや環濠を挟んでどのような戦いが展開されていたか観察できます。なお環濠集落には低地に作られたものと高地に作られたものがあり、低地の集落は堀に水を満たしていて、高地の集落は空堀でした。このため低地の集落は環濠と書き、高地の集落は環濠と表記が違います。このような高度な防衛設備で集落を囲む必要があった弥生時代とはどのような時代だったのでしょうか。詳しく見ていきましょう。諸説はありますが、日本に稲作が伝来したのは弥生時代早期の北九州で、大陸から流入してきた人々が技術や文化を伝えたことが始まりとされています。彼らはもともと日本に暮らしていた縄文人たちと交流し、農耕を伝えたと考えられていて、徐々に日本には農耕社会が広がっていき、生活習慣も変化していったと見られています。当時の日本は石器を用いる時代でしたが、大陸から渡ってきた人々は農耕の技術や文化だけでなく、使い勝手のいい進歩した石器も伝えたとされています。しかしその石器は農機具だけでなく、武器としての磨製石鹸や矢の先に取り付ける石の矢尻である磨製石族も含まれていました。縄文時代晩期の水田跡が発見された名畑遺跡ですが、弥生時代早期の地層からは磨製石鹸や石族が発見されているので、弥生時代に入ってから武装化が進んだということでしょう。こうした石器を武器として用い、トラブルを暴力で解決しようとする考え方も大陸から渡来してきた人々によって広められたものと言われています。ただ私たち現代人から見ると石の武器が戦いの役に立つのかと思ってしまいますが、しかし実際に磨製石鹸によって致命傷を負ったとされる人骨が発見されています。福岡県飯塚市にあるすだれ遺跡から亀棺と呼ばれる墓が発見され、中から人骨が出てきたのですが、埋葬された人物には石鹸が刺さっていました。福岡県糸島市にある新町史跡墓群からは大腿骨に磨製石族が刺さった人骨が発見されていて、しかもこの人骨が埋められた下には別の人物の首だけが埋められていた形跡があり、この人物が戦闘で討ち取った敵の首を手柄として持ち帰ったのではないかと考えられています。上記のような考古学的な発見から、弥生時代の早い段階から組織的な武力衝突があったとされ、討ち取った敵の首を持ち帰るなど戦闘に対して何らかの意味付けをする向きもあったようです。すだれ遺跡から発見された人骨のように背後から刺された痕跡が残ることから、石器が使われていた弥生時代初期の戦いは戦争と言えるようなものではなく、襲撃や奇襲といったものであったと指摘する研究者もいます。確かに背後から刺すというのは戦意がなく逃げる人物を襲ったと考えることもでき、戦争というよりは一方的な略奪行為であったのかもしれません。この時期の戦闘行為は稲作に適したより条件のいい土地の奪い合いによるものとされていて、共同体を形成する村同士が激しく縄張り争いをしたものと考えられています。先ほど紹介した環濠集落は弥生時代の早い段階から登場したもので、しのぎを削り合う村同士の戦いから自分たちの共同体を守るために作られたものです。紀元前3世紀頃の弥生時代前期には九州地方での争いは沈静化を見せるのですが、稲作が広がっていった瀬戸内海や畿内では石器の武器や環濠集落の建設が増えていました。これは稲作だけでなく戦争という考え方が本州全域に広がっていったことを意味します。九州地方で沈静化していた村同士の争いですが、抗争は再び激しさを増していきます。この時期には朝鮮半島を経由して青銅製の武器が日本にも持ち込まれ、それまで使われてきた磨製石鹸などとの併用が見られるようになりました。また青銅製の蚊や矛といった従来になかった武器も登場。こうした青銅の武器は製造の技法も伝わったようで、九州地方で生産されるようになります。当初は朝鮮半島から伝わった形を模倣していましたが、
次第に日本独自の形が生まれていき、特に蚊や矛は巨大化していき、武器ではなく祭祀用に使われるようになっていきました。青銅製の武器も石器と比べれば破壊力は強いのですが、紀元前1世紀頃の弥生時代中期に入ると、さらに攻撃能力の高い鉄器も登場するようになります。鉄器の中でも近接攻撃が可能な鉄剣が主に使われていたようで、これは当時の戦いの形態が1対1で戦う一騎打ちのようなスタイルだったのではないかと推測する研究者もいます。大陸や半島に近い九州地方では鉄器の導入が進んでいきましたが、そこから離れた近畿や東海では依然として石器の武器が使用されていて、地域によりばらつきが見られるとのことです。瀬戸内地域や近畿、東海でも村同士の抗争は激しさを増していったようで、矢尻に使われる石族は巨大化していき、より殺傷能力を高める形で変化していきます。より多くの敵をより確実に倒すため、武器の性能を上げる改良がなされたということは、この時代において戦争がもはや不可避のものになっていった現れだと考えられます。九州から離れた地域でも青銅器や鉄器の武具が普及していき、そうした武器で外傷を負った人骨が奈良県奈良市の渋遺跡から発見されています。この時期の集落は強固な防衛設備を整えていったと考えられていて、環濠集落の解説で紹介した朝日遺跡はこの時期の代表的な集落の形態だったとされています。青銅器や鉄器が登場したこともこの時代の大きな特徴ですが、小規模な村同士が争い、強者が弱者を服属させ大集団の国が誕生した、その形成も大きな特色の一つとなっています。紀元1世紀に記された官女地理史には当時の日本を記した内容が登場します。落老会中に和人あり、分かれて百余国となるとの内容で、当時の日本が多くの国に分かれていたことがこの記述から判断できます。さらに落老軍に日本から貢ぎ物が届けられていたことも記されていて、海を越えて使者を送る能力を持つ国であったことも分かっています。この時期の遺跡と考えられている福岡県春日市にあるすぐ岡本遺跡では、巨石の下から多くの副葬品を伴う亀かんぼが見つかっていて、被葬者は周辺の国をまとめていた王であり、すぐ岡本遺跡はこの地域の中心地となっていたと推測されています。なお、このすぐ岡本遺跡は五官女等遺伝に記述が登場する那国と推定されています。紀元後1世紀には鉄製武器がさらに普及し、権力者の墓から副葬品として出土する例が見られます。突き刺して相手を攻撃する剣に加えて、切りつけることで攻撃する刀が登場しました。ところが矢尻となる族は鉄製よりも銅製が数多く普及していたようです。これは鉄よりも銅の矢尻の方が軽量で飛距離が出ること、鋳造が鉄より容易で大量生産が可能なこと、そういった事情から銅族が重宝されたと考えられています。突き刺すよりも撫で切りにする刀の方がより短時間で相手に致命傷を与えられるでしょうし、軽量化し量産した矢尻でなら離れた場所から大量の矢を浴びせられたでしょう。1対1の力のぶつかり合いというよりは、戦略を用いた組織と組織のぶつかり合いであり、より高度な戦争を行うように変化していったことがうかがえます。この時代の日本の様子については、五官女等遺伝や魏志倭人伝からうかがい知ることができます。いずれの史書にも日本がいくつもの国に分裂して大規模な戦争になったことが記されていて、これは2世紀後半頃から始まったとされる倭国大乱を指していると考えられています。史書によれば西暦57年と西暦107年に日本から中国に使者が派遣されていて、日本を統治していた王が男性であったことが記されています。その後しばらくの間は男性による王が続いたのですが、王位継承をめぐる争いが起きたとされ、長年にわたって日本が大きな戦乱に見舞われたと考えられています。大乱の果てに邪馬台国の卑弥呼が王として君臨することで戦いは収束を迎えたと言われています。その後日本では3世紀中頃に国国が邪馬台国と対立するまで特に目立った騒乱は起きなかったとされています。卑弥呼を頂点として政治体制が再編成され、強固で安定的な社会が構築されたということで、後の日本における中央政権の確立の礎になったと考えられます。しかし平和な時代は長くは続かず、卑弥呼の後を継いだ豊が亡くなると
日本は再び戦乱による混乱の時代に突入したとされています。その後、日本は3世紀に入り、現代では古墳時代と呼ばれる時代へ移ります。弥生時代の後期になると、九州地方だけでなく奈良盆地東部を中心とした勢力も誕生しました。この時期に強い勢力を持っていた邪馬台国が九州にあったか畿内にあったかは未だに学説が分かれていて、はっきりと決着はついていません。しかし、いずれにせよ畿内の勢力が各地の豪族と結びつきを深めていき、九州の勢力は弱体化していったことが考古学的な調査から判明しているとのことです。この畿内を中心とした勢力が大和王権となり、巨大な古墳を作るようになっていきます。しかし、その後の西暦266年から413年にかけて、中国の史書から日本の記述は消えてしまい、4世紀頃の日本国内の動きを知る資料がなくなってしまいます。再び中国の史書に日本が登場すると、日本は和の豪王たちが支配を継承する強固な支配体制が確立した時代に移り変わったと記述されています。けれど、それで戦争が終わったわけではなく、その後の飛鳥時代以降も戦いは続いていき、権力をめぐる血で血を洗う戦いはますますエスカレートしていくことになります。稲作文化とともに日本で始まったとされる弥生時代の戦争について見てきました。縄文時代にはなかった組織的な衝突による戦争が弥生時代にどのように始まったのか、他の集落からの襲撃を防ぐための環濠集落、弥生時代を通して戦争がどのように変化したのか、続く古墳時代に成立した大和王権へどのようにつながっていったのか、お分かりいただけたら幸いです。今回は弥生時代の戦争の幕開けについて語りました。動画が良かったと思った方はグッドボタン、次の動画が気になる方はチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。